はい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 、やりますよ。やりますよ。9時1分ですよ。皆さんこんばんは。浮世のダイブ、正本です。いやー。じゃあ、設定が全部飛んでるのきついっすね。もう、何から何まで飛んでるからね。パソコン変えたことある人はわかると思うんですが、そう。データは移せても、設定は移せないんですよ。正元って打ってきて一発変換で出てこないのかよ、みたいな。吉種の種の字、普通の種の字になってるじゃないか、みたいな。まあそんなこんなで頑張ってやっております。新しいパソコンからの配信でございます。聞こえてますかね？ちょっと今日音声の不備とかあったらちょっと何とも言えないんで、まあなんか変なところがあったら教えてください。すぐに対応いたします。音量等々もちょっと前と違ってるかもしれないので、はい。まあそんなことはどうでもいいんですよ。今夜は足利将軍を全員解説するという、またもやこれ無謀な企画をやり始めるわけでございますから、皆さんと一緒に足利将軍全員を振り返って250年の歴史を皆さんで味わっていきましょうよ。そんなわけで今夜もスタートいたします。あー、頼むから事故らないでくれと祈りながら始めます。さあ、時刻は9時3分を回っております。生放送でお届けしていく、実は今夜はオールナイト幕府ではなく第2回足利将軍総選挙特番、足利将軍全員解説でございます。よろしくお願いいたします。かける曲間違えたね。 今さもこの曲をかけるかのような顔して、顔は分かんないけど、声して今言ってましたけど、これじゃなかったですね。せっかく曲作ったのにそっちかけろよって話なんですけども、失礼いたしました。申し訳ございませんが、今夜もたくさんの方集まっていただいてありがとうございます。まあまあかかったからいいですよ、曲が。なんかかかってればいい、なんか。そうなんですよね。そう、今夜はね、長丁場になりますよ。あ、雪かき疲れってうたた寝してた。そうですよね、激寒ですよね。 急に寒くなりましたね。激烈寒くてビビりますけれども、足元が冷たいんでホットマットレスみたいなやつ電源つけてますけれども、本当に寒いですね。鮮度の高い解説楽しみですということで、ありがとうございます。風呂から上がった、あ、準備万端ですね。初チャットですという方もいらっしゃいますね。ありがとうございます。そうなんです、僕がこの曲を作ったんです。 すいませんね、なんか。あ、そうなんだ以外の反応難しいと思いますけど。こちら鏡さんもありがとうございます。あ、永楽亭さんも、永楽亭さんって言い方はちょっと慣れないですが、ね。安井さんもありがとうございます。美濃守さんとか管理人さんもありがとうございます。皆さん、今日本当にいっぱいいっぱい来てますね。 OS 環境を丸ごと映せるソフトをやろうと思ったんですけど、 OS 環境を丸ごと映せるソフトはあれなんですよ、OS を買い替えない場合はそれでいいんですけど、あ、なんか BGM が流れるようになっちゃったな。すいません、これあれだわ、ループになってないわ、今気づいたわ。今からループにしますね。じゃ、せっかくだからあの曲も変えましょう。間違えたから。本当はこっちをかけたかったんだよっていうやつをかけますけど、これかな、これですね。曲がループになってなかった。これをかけたかったんですね。失礼いたしました。失礼しておりますということで、なぜパソコン買い替えたの？音楽ソフトが 動かなくなったからですね。
音楽を作るソフトをね買って、まあ、最近それで作ってたんですけど、それで作ってたら CPU のなんか使用率が 100% とかなってきてもうパソコンが限界ですって言い始めたん で前からねあの実況を作るあの AVI ユーティリティで作ってるんですけど、そのソフトもずっと重かったんですよ。そう、重かったからええ加減変えたいなって、もう6年先週ぐらいなんですよパソコンもね。でパソコンって大体5年で、保証期限が切れるんで、まあ、6年以降、まあ、5年以降っていうのは自己負担、要するにいつ壊れても一応おかしくはない状況なんで、まあ、そろそろ変えたいなと思ってたんですけれども、まあ、変えたと即刻変えたと。でドスパレで頼んだらめちゃくちゃ早く届いたっていうね、もうちょっとかかるかなと思ってたんですけど、いや私全員終わる頃には何時になっているのか、ちょっと時間気にしながら頑張りたいんですけれども、そうですね、今回ね話がコロコロ変わって申し訳ないんですがそう、今回の将軍総選挙、そう、忠吉、吉見、義経が加わっておりますんでね、皆さんたくさん投票していただいておりますが、儲かりすぎたから PC 変えた、そんなことないです。今の状況を一応言っときますね。第2回足利将軍総選挙、現在の投票数は273票でございます。まあ、今日が折り返しで、今日境にまたちょっと伸びてくれたら嬉しいんですけれども、どうなんでしょうね、皆さんもう1回は投票したのかな、それともまだしてないんでしょうか。牛井さんは投票してくださったって昨日生放送でおっしゃってくださいましたが、まあ、そんな感じでね、今、まあ、300票近い票をいただいておりまして、でそうですね、ボイシーの方で実はちょっと喋ったんですけれども、現在の状況、まあ、中間報告はちょっとごめんなさいできない、まあ、なんでかというと今回はこれがあるんでね、あそうかそうだ、スライドショーのフェードアウトにするやつも消えてたんか、そっか、そうだよね、マイナスコピーして作ればよかったな、まあいいや、割とギリギリまで考えてから投票する、あーなるほどですね、まだ未投票、まあ今日の放送を聞いてからでも全然大丈夫ですんでね、なるほど、あーこの放送待ってからっていう方が結構いらっしゃいますね、ありがとうございます。夜勤明けてこれから投票という方もいらっしゃいますね。飲みながら投票コメント書いてたから投票コメントちゃんと押した記憶がない、まあもう一回書いてもらっても全然いいですよそう、まあまあ、一人で2回投票とかも全然ありなんで、というかできちゃうんで、残念ながら、そう、私がなしって言おうができてしまうから、別に2回投票していただいても結構です。それこそ最初は、この人に入れたけれども今日の放送で意見が変わったとかね、そういう方もいらっしゃったらちょっと意見が変わりましたとコメントに書いてくださって、あそうなんだなと思いますんで、全然それはね、いいですから、むしろそのスタンスとか意見が変わることは歴史においては良いことですからね、意見がぐらつくことが良いこととされる世界でなかなかないですからね普通政治家でも何でも意見がぐらついたら普通は批判されるんですけど、歴史という界隈においては意見が変わることをむしろ良いとされておりますからあ、それぐらいそのいろんなその考え方を取り入れたんだなっていう良い方向でのね考え方になりますから不思議な世界があったもんでね、まあそんな感じで、ちょっとなんかコメントしながら喋ってるから、コメントしながらじゃない、コメント読みながら喋ってるから話があっちゃこっちゃいくんですが、どうしよう、 Gmail アドレス面白いでしょ、名王1497あ、1493だ、俺間違えてる、ひょっとして1497って書いてんな、1493だわ、届いてない人がいるかもしれないあ、俺これずっと1497って書いてた、ひょっとして間違えてるかもしれないな、ここだけだったらいいんだけど、他で全部97って書いて終わってんぞ、あれ93だったと思うんだけどな、これ他のとこでこれ書いてたら恐ろしいな、あ、他のところは合ってるわ、ここが間違えてんのか、 YouTube のコミュニティは合ってた、え、 Twitter は合ってる、
ツイッターをそもそもツイートしてないのか、これを。ツイートしてないかもしれないな。いや、した記憶あるんだけどな。ちょ、急いで今見返してるんですけど。あ、してないか。ツイッターは俺ツイートしてないんですね。あー、じゃあいいや。じゃあいいや。なんでここだけ7になってんだろう。いつ変えたんだろう、これ。全然気づかなかったわ。1497だと毛利元就の生誕年や、それがすぐ出てくるのが怖いですけど。あー、1507と混ざったんかな。これ作るときミス、なんで7になったんだろう。だって俺コミュニティに上げてる方は1493ってちゃんとコメントで書いてるんだけどな。いつ間違えたんだろう。まあいいや。まあ、あとで、ダービーどうせ今日の放送聞いてからみんな応募するでしょ。だからまあ今日の放送終わりで、ちょっとコミュニティとか、まあそっち、あのツイッターとかでもツイートするんでね。それでちょっとチェックしてください。それでいきましょう。で、そう、現在のね、投票状況を、ちょっと お教えっていうか、まあ予想ダービーがあるから順位は言えないんですけど、まあどんな状況かっていうことだけ、お伝えしておきたいと思いますね。人気部門。人気部門は、まあ先週の放送でね、誰が人気があって、誰かが落ちてみたいな話をいろいろしたと思うんですよ。まあこの人落ちるんじゃないかといろいろね、予想を先週の放送で言ったんですけど、あの先週の放送参考に投票しようと思ってる方、違うわ、予想しようと思ってる方、まあ先週の放送を聞いて、まあ僕の意見とかね、聞きながら、こう、予想しようかなと思ってる方は、ちょっと考え方を改めた方がいいかもしれないです。あれね、ちょっと思ったよりも人気部門が、あの、波乱の展開になってて、ちょ、僕も全く予想してない順位に上がってる人、下がってる人がいるんで、ちょっとこれはね、ちょっとこれは皆さん考え方を変えた方がいいかもしれないですね。はい、まあ、昨今の状況とかいろいろ考えながら投票した方がいいかもしれません。はい、この人落ちるんだっていうのがね結構いて、で、え、ここまで上がるっていう人もいるし、ちょっとこれはそう、ちょっとこれは波乱ですね、人気部門。まあ、そんな感じです。で、A 名部門、 A 名部門は大方予想通りでしたね。僕は大方の予想通り進んでました。まあ、ここはそんな波乱じゃないかなと思ってたんで、まあ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 、予想通りって感じですね。で、無双部門もまあまあそれなりに、予想はつくかなというような順位ではありました。で、悲運部門が問題で悲運部門がね、今ね、Excel とかで集計取ってないんで、実際のそのポイントが何ポイントになるかっていうのがあんま見えてないんですよ。で、Google のそのフォームからだと、円グラフが見えるんですね。で、円グラフで見ると、その、なんて言ったらいいのかな。18分割ピザみたいになってるんですよ、今。18種類の味が楽しめるピザみたいになってて、ちょっとこれはね、誰が1位かもう分かんない。ちょっとね、悲運部門はね、めちゃくちゃ白熱してて、これがね、本当に1票増えたり、1票、2票、3票増えたりとかで、順位がガンと変わる可能性を大いに秘めてます、今。はい、なんで、悲運部門は最後まで分からないかなと思いますね。本当に均衡してます、今。めちゃくちゃ均衡してます。だいたいそんな感じです、今とこね。ちょっとコメント見ますね。そう、波乱の展開がという、あ、吉野ピンチ、万人恐怖が、逆襲の吉秀、吉手吉種あたりが大変動きそう。冬はあの人が1位でしょう。あ、忠義しか勝たんからなという強硬派もいますが、予想通り吉勝が1位か。ギャンブルはやらない方がいいと思いますよ、そういう方は。
そうですね、みんな不運そうなんですよ、みんな悲運部門に少なからず入賞する要素を持ち合わせてるからめちゃくちゃ均衡してます。はい、そんな感じです。さあ、この状況の中で総合の点数の3位に1位を予想しろという激ムズダービーでございますんで皆さん振るってご応募ください。今日の放送が終わってからでも全然結構です、クリスマス当日来週12月25日まで受付しておりますんで、名王1493、名王1493 @gmail.com までメールで送ってください、音源録音して、誰々が何位だと思うって喋りたいという方は音源ファイルをつけてください。喋りたくないよという方はメールに何位が誰どうして、何位が誰どうして、何位が誰どうしてと明記した上でお送りしてください。当たった方、予想が的中した方の中から抽選でプレゼントを差し上げる予定でございます。まあ、その当たったっていうその当たりのランクが当選者がどれだけいたかによって変動します。はい、そう、前回は結局当てた人がいなかった。関連総選挙の時は1位2位3位の順位を当てれた人はいなくて、3位以内にノミネートした人を当てれた人はいたんです。順不同でね、3位2位1位を順不同で当てれた人はいたので、前回は順不同で当てた2名の方に、Amazon ギフト券1000円分差し上げました。まあ、今回もそれぐらいのプレゼントを用意してますので、ぜひぜひ振るってご応募ください。よろしくお願いいたします。吉光以外は悲運の票が多そう。確かにね、幸せな足利将軍誰でしょうね。僕は分かんないですね。室町の三角コーラ、そうですね。さあ、そんなわけでもう早速始めてまいりましょう。今日は18人分の解説が待っております。今夜も楽しくやってまいりましょう。選挙は選挙でも政治性一切ゼロ、歴史要素を 100% でお届けしていく今日の大和元の足利将軍総選挙選挙特番、足利将軍全員解説スペシャルスタートです。今夜も YouTube ライブより生放送、右京の大分正元がお届けするオールナイトバック、晴天をつけそして比叡山を焼けなんて物騒なことはしません。楽しい歴史の話をたくさんしていきますので、気が向いたらチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。オールナイトバック、生放送でお届けしているオールナイトバック、オールナイトバックじゃなかったわ、足利将軍総選挙選挙特番、お相手は私、ゆきおの大分正元でございます。さあ、というわけで全員解説していきますが、まあ先ほども言った通り、室町幕府将軍列伝が今日の夕方に届きまして、まあ4時5時ぐらいかなに届いて、でそれを見ながら解説を書き足していったんですよ。本当は最初はね、前回の慣例総選挙みたいな感じで、もともと出してる、ツイッターでね公開してるこの画像を見ながら解説しようと思ったんですけど、まあ今回もせっかくだから、せっかくこの本が来たから、ちょっとその要素を足そうと思って足していったんですけど、まあ吉住ぐらいで力尽きましたね残念ながらタイムアップでした。なんでまあそこまではちょっと足利がちゃうわ、室町幕府将軍列伝のお話がちょっとずつ入っておりますので、まあ、それ以外のエピソードもちょろちょろ載せてるんですけどね、はい、まあ、そんな感じで解説をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、やっていきましょう。まず一人目は初代将軍足利尊氏でございます。まあもう言わずと知れた室町幕府を開いた張本人、そしておそらく足利将軍の中で義満と同じぐらいネームバリューがある将軍、もう唯一ではないかもしれないけど、義満、義政と並んで、おそらく世間の人にもある程度名前が通じる足利氏でございますね。で、まあ一応ツイッターで上げさせていただいた解説のポイントとしては3ポイントで解説しておりまして、
で、ワンポイント目、一つ目、不本意ながらも刑務政権を倒し室町幕府を開いた張本人。まあこれはね、不本意ながらもっていうところがまあ引っかかる人が多いと思うんですが、よく世間で言われる、まあ、あんまり言われてないかもしれないけど、足利尊氏のイメージでよくあるのが、倒幕を最初から目指していたとか、後醍醐天皇を最初から裏切るつもりだったとか、まあ、もしくは後醍醐天皇から十分な恩賞をもらえなかったから、謀反を起こしたんだという話がよく語られますが、最近の研究ではね、そんなことないと言われておりまして、足利尊氏というのはそれこそ鎌倉幕府を倒した時は同僚と言っていいのかな、まあ、尊氏と一緒に、別のね武将、まあ、名古屋市なんですけどが一緒に鎌倉幕府に対する反乱を尊氏と一緒に、ね、鎮圧をしに行ったんですが、まあ、その同僚の武士が戦で亡くなってしまったと。でそれがきっかけで尊氏は鎌倉幕府から離脱することを考えたんじゃないかと、まあ、最近では言われております。で尊氏は実際、まあ尊氏はというよりか足利家自体が非常に鎌倉時代執権の北条氏に大事にされていた家、まあ途中でちょっと落ちぶれる時期があるんですよ。ちょっとこうグッと落ちる時期があるんですけど、まあそれを加味したとしても基本的には執権の北条氏と結構仲良くっていうかね、うん、関係性はよく保っていたお家でありますので、まあ足利氏が別に鎌倉幕府の中で不遇を囲っていたかというとそういうわけではないと。まあなんで、じゃあなんで離反したんだろうというと、まあ単純に情勢が不利だったからって考えるのが最近では妥当だろうと言われているんですね。私は再び尊氏が無双部門を選びましたというね。いや、やっぱね、戦強いんですよね。強いのか、まあ、最後には勝つっていう書いてますけどね。あ、そうですね、逃げ若がね、現在その少年、週刊少年ジャンプで連載されてまして、逃げ若の尊氏っていうのはもう天下自分の手中に収めてやるぞみたいなすごいヒールで登場してて、まあああいうイメージが割と昔からあった、まあもうちょっとその天皇に対する不敬みたいなイメージが強かったんですけれども、まあそれのね、その国士官的なところを取り除いた尊氏像っていうのは非常にあの逃げ若の尊氏像と似てる感じですね、昔の尊氏っていうのはね。まあ、ただ今では割と流された節が多かったんじゃないかなと言われているわけでありますね。で、その現れとして一つ言えるのが、弟の忠義に政務の大半を任せてたっていう話で、で尊氏ってまあ、この後もちょっと喋るんですけど、政治介入し始めるの結構晩年になってからなんですね。まあ、晩年というか、まあ後半生になってからで、前半生っていうのはその後醍醐天皇に離反してしまったという、まあ自責の念からかは分かりませんが、あんまり政治に積極的に参加しないという面があってね、まあ、そこから見てもそもそも最初から倒幕して自分の幕府を作り上げようなんて考えてたとはあんまり思えないような動き方をしているわけですね。で、まあ、敗戦も多いですが最後には勝つ。尊氏は実際負け戦も結構経験しているんですよね。まあ、それこそ後醍醐天皇との戦いっていうのは最初は負けて九州まで落ち延びるわけですから、まあ、そこでもうとんでもない大敗を、経験しているし、観音の上乱でもね、相当な1杯2杯3杯ぐらい壊されてるんでまあ相当尊氏は1杯壊されたっていう場面は多いんですが、必ずその後取り返すっていうのが、まあ、主人公補正がかかってるというかね、強いなと思うところでありますね。その逆賊括弧後醍醐天皇の方へ、まする、そう、後醍醐天皇大好きですからね、尊氏はね。そう、和歌も堪能ということもありますが、大河ドラマ太平記をね見てもらえると尊氏が好きになるかもしれませんね。さあ、そんな尊氏、
2つほどエピソードを残させて書かせていただきました。1つ、手厚いファンサービス、これも僕も初めて知ったんですけど、将軍列伝に書いてたお話で、九州国立博物館、数年前に足利将軍の展覧会が開かれてたところですかね。でここには高氏のサイン入りの軍船、扇ですよね、が伝わるそうで、でこれどうやら観音の上覧の時に河内国人の土屋氏という人物に与えたもので、おそらくは高氏から与えられた恩賞だよっていうことを、示すために高氏が自ら顔を描いた、自らかどうか分かんないな、有志が描いたかもしれませんが、そんな高氏のサイン入りの軍船がつながる、伝わってるらしく、これもね、見る機会見れるんですかね、今ね、常設であるのかどうかが分かんないですけど、ちょっと機会があったら見てみたいなと思いますが、そんな、エピソードが伝わっているそうです。だって結構ね、足利尊氏は人たらしなエピソードが非常に多いんですよね。それこそ東国というか、東北ですね、東北の武士とかが足利尊氏に従った時の記録なんかが残っていて、その中での尊氏というのは非常にこう人たらしというかね、なんか勇ましいような、でもなんか部下とか配下の武将に対しては割と情に厚いみたいな感じで描かれていて、でその中のエピソードで結構有名なのは、めちゃくちゃ派手な鎧を着て自ら前線に立って戦ったというお話がその中に載っていて、これは当時合戦の時の記録だったかなと思いますが、観音の上覧の本当に終わりの終わり、あれは終わってからって言った方がいいのかな、時期がちょっと僕も今あやふやですが、その時に実際自分がめちゃくちゃ派手な甲冑を着てめちゃくちゃ前線に出るもんだから、周りの武士たちにあんまり前線に出たら死んじゃいますよというふうに言葉をかけられるところ、高氏はどうせ死ぬ時は死ぬんだからみたいなことを言って、堂々と前に立っていたという話が残っていたりね、なかなか大将らしい大将っていう感じがする一面もあるというところですね。ただ、足利尊氏の、唯一ちょっとなんていうのかな、そこも情に厚くなっちゃうのかよっていうようなところとしては、やっぱり後醍醐天皇に対する思いが非常に激しいというところで、尊氏はね、本当に戦前とかはその後醍醐天皇に対して離反したっていうことを、それ一本でその国賊だみたいなことを言われてたような武将、非常に人気が低かった武将ではあるんですけど、ただですね、尊氏っていうのは、最近の研究では後醍醐天皇に対して非常に、恩義を尽くしていたというか、実際尊氏はその建武政権で全然その冷遇されてたなんてことはなくって、そもそも天皇からね、一時もらってる時点で相当優遇されてるのはもうね、火を見るより明らかなんですけど、そういう状況だったんで、後醍醐天皇から要するに尊氏討伐の命令が出た時も、尊氏はそれに対してなんというか真珠を誓うべく、頭を丸めて寺にこもるぞみたいなことになってしまって、で代わりに弟の忠義が出陣していくみたいな状況になってたわけで、で実際その建武政権を武力で、制圧した後も後醍醐天皇との和睦をずっと考えていたりだとか、後醍醐天皇に対するその自責の念みたいなのがすごいやっぱ残ってて、で鎌田利隆先生の話でいくと、金吉親王に討ち取られることを望んだのではないか、これは晩年の話で、尊氏は晩年に結構積極的に出陣していくんですね。自ら先頭に立って戦をしに行ってて、で最晩年には九州へ征伐に行くと。で九州っていうのは当時もまだ南朝勢力、後醍醐天皇の、末裔の勢力が生き残っていて、で後醍醐天皇の御子の一人である金吉親王っていうのがいたんですね。でこの金吉親王が九州で、強勢を誇っていたので、尊氏はそれを倒しに行くって言って自ら、軍勢を率いて出陣するぞなんてことを言ってるんですが、要するにそれはもう自分が前線に立っていくような時代じゃない時期に言ってる、もう晩年ですから、相当尊氏も体調崩してたような時期にそんなこと言い始めてるので、もはや尊氏は本気で征伐しに行くつもりじゃなくって、むしろもう征伐しに行ったらしに行ったで、倒せたら倒せたで幕府が盤石になるけど、なんだったら討ち取られてもいいみたいに思ってたんじゃないかと。
で後醍醐天皇の巫女に討ち取られることで自分の罪が晴れるならそれでいいんじゃないかって思ってたんじゃないかみたいな、まあ、そんなことまで言われちゃうほど、後醍醐天皇に対する愛情が割と深い人物であります、まあ、これが本当に近年の歴史研究で分かってきた足利尊氏のイメージというかね、まあ、実際はどんな人物だったのかっていうところが、まあ、ちょっとずつ見えてきたのかなという感じでありますね。まあ、そんなところでコメントも読んでいきますが、どっから読んでなかった、そうそう、ファンサービス、ファンサービスって書いましたが、さ、気前もいいしっていうね。ああ、模範的な軍人だと思うという人もいますね。そのせいで撃たれたとんでは。ああ、ヤクザの親分的なイメージ、まああれですね、細川茂雄先生とかよく武士を、源氏の武士をヤクザに例えてますけどね。あ、そうですね、戦没者慰霊のための観音地蔵とかもね、なんかいろいろそういうエピソードも残ってますけれどもね。そうそう、湊川から戻った後の和睦条件で領土を設立再開させようとしてるの、本当なんかそれ後醍醐天皇大事なのはわかるけど、北朝のメンツ丸潰しじゃんみたいなこと平気でするんですよね。だからまあ天皇家に対してその忠義があったっていうよりかは、後醍醐天皇に対して非常に恩義があったんだろうなと思いますね。まあ楠木正成がね、よく言われますけれどもね、後醍醐天皇に対して忠義恩義を感じていた人物として、一番最初に名前が上がるのは楠木正成ですけれども、足利尊氏も相当だと思いますよね。うん、人間臭さが好きっていう人分かりますね。僕もそういう感じですね。そうですね、まあ、後醍醐天皇に対しての愛が重いんかなっていう感じはありましたね。さあ、そんな感じで、まあ、初代将軍足利尊氏、まあ、戦に最後に勝つよっていうその強さの面もさることながら、なんかこう人間的なね、情の深さとか、なんかちょっと憎めない一面があるっていうのも、まあ、魅力につながってるのかなという気がする一人目の解説でございました。さあ、そんな尊氏を引き継いで2代目の将軍になったのがこの人って言おうとしたけど、2代目の将軍の前にこの人がいたわ。足利尊氏の政務を大体やってた人、足利尊氏でございます。まあこの人も苦労人だなというイメージは僕にありますが、ざっと解説すると、三条との足利尊氏、まあ、この人物は、まあ、尊氏の弟です。で、弟なのでもちろん将軍職に正式に就いたわけではないんですが、ただ兄尊氏の右腕かっこ両腕として活躍と書いてるように、忠義は尊氏からほぼ全権と言ってもいいほどの政治の任されていて、まあ、その政治の大半を忠義がやっていたと。で、なんだったらまあ後醍醐天皇から離反する時も忠義への影響っていうのが非常に強くて、まあ、最終的にその尊氏がどうして後醍醐天皇に離反するかっていうと、忠義が戦って負けそうになったからっていうところが一番引っかかってるところだったと思います。で、まあ、尊氏ね、窮地に立たされないと身内を守らないのかっていうなんか微妙なところでもあるんですけど、この辺はね、まあ、ただ忠義の行動っていうのはむしろ尊氏よりも、先に室町幕府を成立させるビジョンというか、まあ、今の政権を倒すっていうビジョンが尊氏よりおそらく先にあったのは忠義なんじゃないかというところですね。で、実際幕府が樹立した後も、忠義は尊氏からその政務の大半を引き受けて、周りから天下執権人と呼ばれるほど権力を握っていた人物でありました。まあ、ところが、その権力基盤が河野師直というですね、これも尊氏の、まあ、腹心という言い方をするとちょっとあれですが、執事ですね、尊氏の下で活躍していた執事、河野師直との対立がきっかけで官能の上乱に発展してしまうと。で、忠義は最終的にお兄ちゃんの尊氏と対立をしてしまう。で、最終的には抵抗するんですけれども敗北してしまい、その直後に病死して亡くなってしまうという、まあなかなかの悲劇の人物なんじゃないかなっていう、まあ、僕は個人的には苦労人なイメージがありますね。
そう、肖像が結局あの伝源頼朝像ってあれ結局源頼朝じゃないかもしれないし、源頼朝かもしれないしじゃないかもしれないしみたいな論が続いてるんで、僕はもう使わないです、めんどくさいから確定しないから、あれなかなか。そうなんですよね、河野モロナは別に高氏だけの腹心っていうよりかは忠義の下で働いてる機関もあるし、そう、河野モロナは別に足利家の執事なんでね、難しいですよね、そう、立場が難しいんですよ。あ、そうですね、毒殺説をよく言われますが、おそらく病死だろうと言われてますね。まあ、時期的に忠義は自分の息子を亡くしたりとか、まあ、結構悲しい状況が続いていたり、それこそね、対立するつもりはなかったであろうお兄ちゃんの高氏と対立してしまったっていうことも、なんていうかストレスになっていたでしょうからね。はい、そうなんですよ、貝菓子、貝菓子っていうのがねまた別であるからややこしいよね。さあ、そんな今回足利忠義初出馬でございます。まあ、やっぱ高氏からほぼ全権任されてて、まあ、当時ほぼ将軍みたいなことをやってたので、まあ、忠義は挙げてもいいんじゃないかなということで今回初出馬でございます。そんな忠義に関するエピソード、まずは彼の政治について、文書から見る忠義の政治ということで、忠義の政治っていうのはやっぱりね生真面目だなと思う部分があって、で2つの案件に関する書状について見ていくんですが、一つ目は庶務沙汰といって、これは不動産とか、まあ、その辺の所領に関する、訴訟のことを庶務沙汰と言いました。まあ、不動産訴訟ですね。でこれに関しては表状の日付と合致している。表状とは何かというと、まあ、簡単に言えば定例会議で、幕府内で行われた定例会議なんですね。何日と何日と何日に決まって行われる会議なので、庶務沙汰っていうのはおそらくはこの表情の日に決まって、議論されていて、でその日に結論が出てるので、必ずこの表情の日と、合致するパターンが多かったそうなんですね。それに対して、軍勢催促とか勘定というのはこのような日付の偏りがないと、まあ、つまり日付がバラバラで出てる。これはなぜかというと、軍事関連というのは即時性が非常に 大事なんですよね。まあ、軍事状況、情勢というのは常に日頃変わりますし、恩賞が遅いと武士から不満が上がりますから、まあ、こういったことに関しては即時性が大事だというところで、侍どころというところでこの軍勢催促とか勘定に関しては吟味されるんですけれども、吟味された後忠義にその案件が挙げられて、その都度処理していた、まあ、つまりは、定例会議の日まで待たずに、即座に処理していたそうなんですね。まあ、なんで、案件によって、まあ、これは先延ばしにしても大丈夫、ただこれはすぐやらないとダメだなみたいなことをちゃんと振り分けてやっていたというのがこの文書から見る日付でわかるというですね、まあ、これは忠義の非常に生真面目なエピソードでございますね。でそれと同じく、まあ、太平記に残る忠義のエピソードとして、非常にリアリストなな、というかイメージがねあるエピソードがありまして、まあ、それがこの所持する者に天下を取らせるという霊剣このなんとも怪しい霊剣ですが、まあ、この霊剣をですね、確か伊予の武将だったかなかなんかが、守り抜いていたというエピソードがあって、でこの霊剣を忠義は手にするんですが、いやこんなものを刺したらものじゃないと、刺したることあらずと言って全く興味を持たなかったというエピソードが載っていて、でそのまま結局この霊剣はなんか砂に埋もれて行方不明になっちゃったというエピソードが載ってるんですね。でこれは、まあ、実は太平記っていうのがそもそも忠義を結構、下げるエピソードが非常に多い、で忠義に対して結構手厳しいんですね。なんで太平記の意図するところとしては、要するにこの天下を取らせるという霊剣をむざむざこの忠義は捨ててしまったから、負けることになったんだということをアピールしたかったんだと思いますが、まあ、結果的に、まあ、忠義がリアリストだということも同時に表しているのかなという、まあ、ちょっと不思議なエピソードですね。まあ太平記ってね、そう、忠義が見たという、忠義が、太平記の30巻ぐらいまでかなを、
自ら閲覧した、チェックをしたという話が南太平記に載っていて、でこの南太平記の中でタルーシュはこの太平記30巻ぐらいまでを見届けた後、誤りが多いと、おそらくは自分に対する悪評みたいなのがつらつら書かれてたのかもしれませんが、書き直さないといけないところが多い、過失修正させろと言ったんですけど、結局そのままになってしまって現在の太平記につながっているので、おそらく忠義は目を通したものの過失修正できなかったと言われています。なので結局忠義に対するこのあまりよろしくないエピソードとかが太平記にそのまま残っていると。で太平記はどちらかというと室町幕府の将軍に対して気を使って書かなきゃいけないという部分もあって、高氏を、上げ目に書いて、その代わりにその濡れ衣を忠義に着せてるっていう場面も何個かあったりして、なんで太平記っていうのはちょっと忠義に手厳しいエピソードが多いって話ですね。さあコメントを読んでいきましょうか。コードボルダー、わしもほぼ将軍の仕事やってたぞややこしいことになるんだよな。でこれ足利総選挙だから足利公総選挙になっちゃう。そうですね、仕事が早い男、働き者、当時の資料からもほぼ全権持ってたってのが分かる。そうですね、あれ高氏相当楽してない高氏はまあその時期昇進状態なんで、忠実なサラリーマンタイプ、サラリーマンタイプでもないかな。結局観音の上乱の観音の上乱の中盤戦なんかは忠義が自ら仕掛けに行ってる場面とかもあったりするので、何とも言えないですね。忠冬の件が納得いかないっていう人もいますね。そう、今回忠冬は出さなかったんですよ。そう、忠義出したけど、その忠冬っていうのは足利尊氏の息子なんですけど、義明と違って、将軍になれなかった息子で、なおかつ室町幕府に反旗を翻してしまったという、そういう人物、忠義と一緒に、尊氏と戦っていた一人なんですね。だから尊氏は自分の息子の一人と弟と戦うことになったんですが、そう、その息子の一人の忠冬で、これはねちょっと総選挙入れようかどうかちょっと迷ったんですけど、ただ忠冬は中央で政治をやってた経験がほとんどないのでちょっと違うかなっていうので今回は入れなかったんですけれどもね。そう、忠冬へのね処遇、一概にその尊氏が忠冬を何ていうのかな、めちゃくちゃ冷遇していたかというと、そこまででもないらしいんですね。でなんか自分のなんだっけ、足利一門か、自分の一門の中でも最下層に位置する細川とか日記と同列に自分の息子を扱ったっていうエピソードも、あれも一門のランク的には下なんですけど、当時の戦功、要するに戦での働きを見れば日記とか細川っていうのは相当大活躍してるんで、高氏はあれを、要するにそこを評価したんじゃないかと、戦の評価として細川日記と並べたんじゃないかっていう話があったりして、わかんないですねあれも実は。そう、捉え方によって違うと、足利一門という視点で見れば確かに最下層の日記細川と並べられてて息子なのにめちゃくちゃ冷遇してるじゃんってなるんだけれども、ただ細川日記は戦での戦功に関しては結構抜群ですから、当時相当活躍してるんで、それと同列って考えると忠冬もめちゃくちゃ優遇してるってことになるから、ちょっとここは難しいみたいなんですよね。僕も最近になってその話を読んだりして、あ、そうなんだと思ったりしてね、なかなかやっぱり一面では歴史捉えられないなと改めて思いましたが、そうですね、忠冬さんは九州で活躍をしていたので、ちょっと将軍総選挙とは違うかなという感じですね。さあ続いて
やっと出ました2代目足利義昭。まあこの人物も非常に苦労人なイメージが僕の中にはあります。そう、忠義と義昭は非常に苦労しているイメージがありますね。で、義昭は2代目将軍であります。で、お父さんの高氏とともに政治や戦に参加してます。で、特に幼い頃から結構政治とか戦の場に巻き込まれてて、で、義昭なんかはそれこそお父さんの高氏が京都で六原丹田を攻めてる時、関東方面でまだね、全然成人もしてないような幼子だった義昭が高氏の代わりに、倒幕軍のね、まあ、リーダーというか象徴みたいな感じで頑張っていたという話ですから、本当に幼い頃から戦場に出てるような人でしたね。まあ、そんな中で、まあ、義昭は非常に南朝勢力なんかに苦しめられながらも、ただ、訴訟制度とか幕府体制の整備を行って幕府の安定化を図ったという意味ではなかなか有能な人物なんじゃないかなという評価もあります。で、実際義昭の功績として非常にでかいのは、この時代ずっと懸案事項だった南朝型の勢力を基準させることにも成功していると、まあ、これは非常に大きな、評価点じゃないかなと思いますね。あ、推し来たと言ってる人がいますね。義昭が推しってなかなか辛いですね。まあ、細川政元が推しの自分もしんどいですけど、まあ、推しってことじゃないけど名前語っときながら推しってことじゃないってひどい言い方ですが、僕はあんまり一人の人物にあんま固執しないんで、まんべんなくその時代が好きっていうタイプなんでね、あれですけれども。あ、功績もやらかしも一般的に知られてるよりいっぱいあるっていう印象、そうですね、どちらもありますね。うん、逃げたばっかりの義昭だけど交渉とか頑張ったと思うなという人もいますね。そうか、下の名前が五文字読みなの義昭だけか、他全員4人か、4人4文字か。そうだ、高氏、義満、義持、義勝、本当だ、全部4文字か。本当ですね、五文字読みなの義昭だけか。あー、この人も太平記でボロクソ言われてますね。そんな義昭君、前回第6位、戦乱の負債を背負う2代目ということで、まあ義昭君がおよそ政治の世界で頑張っていた時期というのは、幕府は常に戦乱でございました。一つ目の戦乱が観音の上乱、さっき言ったように足利尊氏とその弟足利忠義が、まあ、高氏とかね、忠義の執事として活躍してた河野元直との対立をきっかけにして、本当に武士の世界が二分されてしまうような対乱になってしまう。その後もその後で南朝勢力と戦いをずっと続けていかなければならない。まあ、幕府の初期というのはほとんど戦乱状態でありました。で、実際幕府の追加法の中では棍棒に任せて、吸血に及ばず武人の上不慮の儀とあって、つまりはちゃんと、事実を確かめずに所領を与えたり恩賞を与えたり してしまったと。で、これは不慮の儀であると、まあ、思わぬことであると、ごめんなさいっていうことですね。で、実際この観音の上乱なんかの時期に与えてしまった安堵状が同じ所領に2人の武士を与えてしまったりとか、まあ、いろんなその所領の兼ね合いとかがよく考えられていなかったっていうものが結構あって、それがきっかけに大名間の闘争が勃発してしまったとか、まあ、そういうエピソードもあります。なので、まあ大変なんですよね。そう、結局当座の処理でいろいろ処置していかないと間に合わないっていう状況がこの義昭の時代にあったと。ただ、それが逆にいいことにつながった例もあって、まあ、災い転じて権力となすということで、実際義昭はそれこそ本当に当座の処置で、急いで戦乱の状況に対応しないといけない、要するに戦時体制をどんどん整えていかないといけないというところで、御前沙汰を発足させたりとか、ソニー有利の訴訟をやったりだとか、まあ、混乱に対応するための処置をバンバンやっていった結果、結果的に将軍権力の強化につながったと、
まあ、いい結果を招いてしまったんですね。招いてしまったというか、まあ、招いたんですね。で実際御前沙汰というのは、さっき言ってた庶務沙汰という不動産関係の訴訟を将軍自らが、手こ入れしてやるぞという、まあ、これは、当時庶務沙汰不動産訴訟やってた引き付け方がもうオーバーフローしてしまって潰れかけてたっていうのがあって、で義昭はそれを立て直すためにもう将軍自らしゃあないからもう俺が判断下すよと言ってですね出て行ってやったっていう面もある。で政治的な意味でいくと、足利忠義とか忠義派の対立があったんで、義昭は忠義に頼らず政治をやる必要があったので、まあ、そこで、権力を握るために、御前沙汰を作ったというそういう面もありますけれどもね。まあいわば当座の処理なんですこれもね、うん、本来ならば任せておくべきことなんですけど将軍自らやらざるを得ない状況にあったっていうのがあります。で、ソニー有利の訴訟ってこれよく特別訴訟と言われたりしますが、訴えてきた人を勝訴にしちゃうというですね、まあ、あの現代の現代の司法の人が見たらね飛び上がるレベルのめちゃくちゃな訴訟なんです。そんなもんを訴訟と呼ばんというかもしれませんが、まあ、当時は戦時的な状況だったので要するに足利家に味方してくれる人にまともに裁判する必要がなかったんですよね。せっかく足利氏のことを頼ってきてるわけですよ。で当時は別に足利氏だけが全てじゃない、南朝勢力もいるし、関東の上覧家には忠義もいるわけですから、他の勢力がいるにもかかわらず足利氏に、裁判のものを裁判を持ってきてくれたわけですから、それはもう足利氏を頼る、足利氏を応援するっていうことの表れなので、もうそういう人はそのね訴訟の内容に限らず内容がどうであれ訴えてきた人をもう勝訴にしちゃおうと。だって足利家に味方してくれるんでしょ、じゃあ勝訴にしてあげようよっていう制度なんですね。これも、結局のところ裁判をまともにやってる暇がないというのもありますし、政治的な状況だからそんなまともに究明している場合ではないということもありますから、まあ、そういった状況を鑑みて義昭は、まあ、当座の処置ですよね。これはね当座の処置で、ソニー有利の訴訟というのをやり始めたんですね。まあ、この辺は混乱に対応するための処置っていうのでやったんですけど、結果的にはその後司法の制度を整えることにつながったので、まあ、これもなんだかんだ良かったんじゃないかみたいなね、最近ではそういう評価がされております。なのでまあ義昭君は非常に苦労しながら結構臨機応変にいろいろ対応していった結果、まあ対応した甲斐あってというか、運よくそれが将軍権力の強化につながったという、まあ、二大将軍として基盤を固めた人物に、まあ、結果的になったという人物ですね。バーッと喋っちゃいましたが、そう訴訟を簡略化したのは良かった、よくやったっていう人がいますね。本当に結局訴訟の停滞が原因で後醍醐天皇とかも非常に苦労したので、そこをねもう勝訴にしちゃおうとしたのは非常に大きな決断、まあね肉を切らせて骨を断つじゃないですけど、まあ、そういった政権だったんじゃないかなっていう感じはありますね。そうなんですね、そう忘れ物をね、そう義昭は結構ねしくじりもいろいろやっていて、それこそ南朝勢力が攻めてきた時に足利氏が擁立した天皇を京都に置き去りにして逃げちゃったという話があったりしてね、まあ、太平記ではそれが原因で義昭がめちゃくちゃ低く書かれてるっていうのがあるんですけれども、まあこれもね捉え方によっては難しいですけれどもね、まあ当時の義昭君はまだまだ、弱敗でしたから、まあ、そういう部分もあったのかなっていう気もしますね。まあ、その後実際高氏が京都に戻ってきててこ入れをするっていう場面があったりしますから、そうそう父親の尻拭いもやってますからね。そう結局執事のやる仕事がなくなっちゃうぐらい将軍がいろいろやるようになっちゃったっていう、まあ、本当に結果的ではあるけどすごいなというところですね。地盤を固めてるっていう、多分イメージとしては義昭が、まあ、当座の処置で戦時体制を築いて将軍に権力を集中させた結果、政務が将軍だけで回るレベルにコンパクト化されて、それを幼少の義満に引き継ぐために慣例を作った
で慣例がその職務を引き継いだっていうこの流れは割と理解しやすい。まあちょっと僕もねこの辺の論文とかをめちゃくちゃ読みまくってるわけじゃないから、ひょっとしたらちょっとそこは違うよっていう意見もあるかもしれませんが、僕の中ではそういくと割と今の段階で理解しやすいかなという気がしますね。まあそれを軸にして考えて、ここはこうなんだここはこうなんだって考えていけばいいかなと思いますね。そんな感じです。牛明君いかがでしょうか。まあいろいろ負債を背負いながらも頑張った2代目って感じですね。そしてその盤石の体制のもとすくすくと育った室町殿三代将軍足利義満でございますね。まあこの人物知らない人はいないんじゃないですか。足利氏の中でおそらくこの人が一番ネームバリューあると思います。京都の金閣を建てた人でも非常に有名ですが、彼の政治的な功績としては朝廷もこう権力を広げたっていうのがありますね。室町幕府っていうのはよく公武合体の政権だと言われます。要するに公家と武家が合体した政権だと言われますね。で、まあ、実際室町幕府があったのが京都だということもありますが、まあ、当時の天皇が足利氏がそもそも擁立した天皇だっていうのもあるし、で当時は南朝もいるから足利氏が擁立した北朝は立場が弱くて、で将軍家が手こ入れせざるを得ない状況だったと、まあ、なので義満は、公家の世界にも入っていって、まあ、自らいろいろやって、当時風紀が乱れていた、公家たちに活を入れたりもしたと、まあ、そういう感じなんですね。牛一さんが嫌いな人ではないでしょ。嫌いではないって言ってましたよ。好きになれないだけだって言ってましたけど、僕も同じ気持ちです。好きにはなれない。友達には いてほしくないね。うん。有能な人物だとは思いますよ。そしてまあ義満の政策としてもう一つ有名なのが守護大名への統制ですね。あとはまあ南北朝合一も有名ですかね。まあこの辺でね、どれを取ってもやっぱりね狡猾なんですよ。守護大名の統制なんか本当によく情勢を見てるなと思いますし、これ現代の人がこの状況を見ててもこれ難しいなと思うような状況で、義満はスパッとこうなんていうのかね、本当になんていうのかな、もう木こりのようにここを切ればどっちに木が倒れるのか分かるみたいな、そんな目利きのレベルで義満はこいつにこの役職を与えたらこいつの親戚が嫌がるからこことここが仲悪くなるよねみたいなことを本当にこそこそ夜中考えてんじゃないかと思うぐらい割と巧妙な手口で、守護大名を弱体化させていく、まあ、これはね本当に狡猾というか見事というか、まあ、そういった一面がある。で南北朝合一なんかに関してはパワー技なんですよね、これはね。だから自分が権力で明らかに優位に立てるときは完全にパワーで押し切るんですけれども、これはちょっと怪しいという時には非常にこう狡猾な手段を使って切り崩していくという、まあ、本当に頭脳派だなと思いますけどね。はい。で、まあ、例えばそれこそ南北朝合一なんかは南朝の五亀山天皇が結局義満が何も約束を守らなかったので最終的には京都を家出して、自分の住んでたところを家出してアピールしないといけないレベルで、困窮していたらしく、まあ、逆に言うと義満は、まあ、そんなになってもほっとけばいいやとおそらくは考えていたんでしょう。でもっと言えばそうなっても幕府的には困らないっていうところまで見据えた上でそういう処置を多分取ってたんじゃないかなっていうところですね。まあさすがだなと思いますが、まあ、そんな義満、文化的なところでいくと金閣を造営したことで有名ですし、日民貿易を開始して、日本の経済を潤したとも言えるかな、うん、幕府の懐を非常に温めることに成功した人物でもありますね。さあコメントを読んでいくと、義満解説は間もなくリリースされる予定らしいですね。そうですね、純摂関係もう非常にとんでもない昇進ですもんね、この時の足利家ってね。多分一番狡猾、化け物恐ろしい足利のやべえやつ、京都人に育てられたに違いない。
そうだから EQ さんの将軍様で出てくる吉光のイメージっていうのは、まあはまあ、半分正解半分間違いみたいなところあって、 もっとこう精神的にはいろいろねじ曲がってそうですね、吉光はね。吉光自身の遅刻はセーフだけどな、本当にそういうところがね、そういうところなんだよなっていう話で、本当にそういうところなんです。で吉光は、まあ、吉光さんの動画でもあったように早朝からギレをやるんですよ、この人ね。で早起きが得意だったらしいと、まあ、よくよくしばしば早朝に、ギレをやってるらしく、でそれこそ吉光が早起きするもんだから、これに合わせて公家も早く起きないといけないと。で公家なんちゅうものはですね、平安時代から基本的にあんまりそこがいい人種ではないと、まあ、というかむしろ平安の御代からこの室町時代始まるまでのまあ600年近くですか、600年近く基本的に、地産も別に OK で、今日ちょっと出資できませんとか、まあ、そういうことも別に OK とされてた世の中なんですよね。これはね、僕も正直その方がいいと思うんですよ。だと無理だと思いますよ、僕は。もし当時の公家にタイムスリップ、当時の時代にねタイムスリップして公家になったとして、あの毎朝同じ時間に起きて朝廷に参内できるかって、僕は多分絶対無理だと思いますね。だって目覚ましないでしょ。まず目覚ましないわけですし、なのにもかかわらず夜まで主演があったりするんでしょう。朝早起きするの難しくないですか、当時の状況で。いろんな公家との人付き合いに付き合わないといけない、そんな中で朝から出資しろなんていうタイミングがたびたびやってくるわけでしょう。僕は到底できないと思いますね、正直。確かに、まあなんていうのかな、風紀の乱れ的なね方面からいくと、確かに早起きできないっていうのはどうなんだっていうイメージもありますけど、でまあ当時のね状況で毎日同じ時間に目覚めましょうっていうのがそもそも難しい、今みたいにね明確に時刻が分かるものなんて非常に少ないわけですから、まあ自習のね僧侶とかが時を告げてたっていう話もありますけど、まあなかなかそれも難しいわけじゃないですか。自分の耳元まで来て金を打ってくれるわけではありませんからね、なかなか難しいなと思いますけれども、まあただ吉光はその辺をご利用したわけです。700年の歴史を全部ぶっ壊して、いや俺が早起きするんだからお前ら早くしろよっていう人だったんですよね、吉光はね。はい、まあそんなところです。でで実際吉光は遅刻した公家に対して非常に厳しい、まあ、地産だけじゃなくて出資をしなかったとかにも非常に厳しくって、まあ、町議に対しての、まあ、姿勢がめちゃくちゃ厳しい。でその町議に対するこの厳しい姿勢はおそらくこの宮廷文化へのアプローチっていうところで触れてる二条吉本、まあ、こいつが指導したっていうのが非常にでかかったんだと思います。二条吉本はとある先生によれば教え魔だったという話が書かれているぐらいですから、まあね、まあ、今でいうところの老害みたいなおじいさんだったのかなっていうイメージもありますが、まあ、その分その腰は座ってるタイプの、肝は座ってるタイプの、腰は座ってないわ、肝が座ってるタイプの、人だったのはよくわかるというわけですが、まあ、そんな二条吉本指導のもとで、まあ、将とか蹴鞠とか、まあ、特に将なんかはね、これ以降足利将軍家の象徴する楽器の一つになりますから、まあ、そういった意味では足利将軍家の文化を作ったとも言えると。で、まあ、そういった宮廷文化にも非常に積極的に、参加していき、で実際天皇に対して将を伝授したりとか、まあ、近衛光嗣に対して蹴鞠を誘ったりとか、まあ、なお早朝なんですけど。何がひどいって、これ前日の夕方まで蹴鞠ずっとしてた挙句、その次の朝も蹴鞠に誘ったと言われております。で近衛光嗣は途中で病に倒れるんですが、別の公家からあいつは蹴鞠が原因で吉光に愛されてめちゃくちゃ偉いくらいまで行ったけれども、それが原因で病になったとか言われてるんで、まあこの周りにいた人はしんどかっただろうなというイメージがありますね。
さあコメント読むか。早朝って何時なんでしょうね。明確に何時って分かるタイミングあるのかな。まあ一応何の刻とか書いてくれるのか。あれ、そう、具現に対して厳しい。そう、牛井さん動画やりましたけどね、そう、更新されても平然としてる宇治を放たれても、ね、初代パワハラ将軍どうなんでしょうね。以上、吉本、もしかして俺とんでもない化け物作ってるんじゃね。その通りですね。まあ二条吉本自身が化け物みたいなところあるからね、難しいね。時計はないと思いますね。なんか、あ、でも、わかんないわ。スネの種類知らないわ。知らないから何も言わんとこ。僕が唯一知ってるのは、当時、次週って呼ばれる、踊り念仏で有名な、次週の僧侶が、時を、本当に次週ってね、時の衆って書くんですけど、時をつける鐘なんかを鳴らしてたっていう話があるらしいですが、なんかはあったのかもしれないけどね。さあ、まあそんな、吉光。まあ実際政治的なセンスは非常にあった人物だとは思いますが、まあその反面やっぱりどうも好きになれないっていう人は多いんじゃないかなとは思いますね。はい。そんな義満と正反対とよく言われますが、日本大将軍の足利義持でございますね。彼は義満の息子として生まれ、まあ、神戸政権としての幕府をそのまま維持していきました。まあ、よく室町の安定期と呼ばれるのがこの義持が将軍についていた時期ですね。まあ、ただ義持も完全にずっとずっと平和で何もね事件がなかったかというとそういうわけではなく、例えば上杉善信の乱とか赤松光助の下克事件だとか、まあ、こういったところで守護大名に対して過断な措置を下すこともある。で、上杉善守の乱なんかでは、まあ結構ね、諸大名に対して、何とも言えない指示というか、何とも言えないことを言ってたりして、まあ、それこそ、上杉善守の処遇についてどうするか、みたいな話をしてた時に、なんか、自分が言った意見に対して、そうだと思いますと言った守護大名に対して最初から思ってたんだったら、なんで前の時は黙ってたんだみたいなこと突っ込んだりとか、まあ結構その当時のね守護大名が非常に力を持っていたっていうことも加味すれば、なかなか平和とは言いつつ難しい時代だったんだろうなっていうのもありますね。で、もう一つ有名な話としては謙信の根が強い。要するに神頼みって言ったらおかしいな、まあ、神のお告げとかを結構、大事にしていた、守っていた人ですね。で、義持はですね、息子がいたんです。で、それが次紹介する五代将軍の義和ですが、この義和が早くして亡くなってしまって、後継者がいない状態になるんですが、まあ、その状況でも義持は弟とか、まあ、他の人物を後継者にしようとはしなかった。で、それなぜかというと、岩清水だったかな。で、まだ子供を授かるよというふうな診療、まあ、つまりはお告げがあった。だからそのお告げに反してしまわないためにも後継者を指名するわけにはいかない。まあ、つまりは後継者指名しちゃったら、神様から言われたね、子供ができるよっていうお告げに反したことになっちゃいますから、まあ、それできないと言って、吉持が生きてる間は後継者を決めれず、最終的には吉持が亡くなった後に、くじ引き、まあ、実際ね、くじ引きをしたのは吉持が生きてる間なんですが、結果を見たのは吉持が亡くなった後でありまして、まあ、そうやってくじ引きで後継者を決めろというふうに言ってしまったと。まあ、それぐらい、神様のお告げみたいなものを、熱心に信じていたという人物ですね。
そうですね、もみあげですね。もみあげが異常に長い。さすがにこのもみあげの長さを研究した論文とかはないのかな。あったらびっくりするけど。もみあげと尻のイメージが強すぎて、なんか汚いな。そうですね、北山殿をキャンセルして室町殿に戻した人、それは非常に正しい評価だと思いますね。まあ、正しいというか妥当な評価というか。で、実際まあよくね、義満の政治を否定したと言われる義満なんですが、実は全部否定してたわけではないと。取捨選択されていたというのが最近の研究で分かってきてまして、義満の政治をね、大きく転換したとは言いつつも、その多くというのは北山殿家のもの、まあ、つまりは義満が隠居した後にやってた政策に関しては義満は否定的だった。ところが義満の任官とか、義満の任官なんか結構早くてスピーディーにね、だいぶ高いところまで行きましたが、任官に関して義満の洗礼を、踏襲していたりだとか、まあ、実際岩清水の北条への責任者に就任するというのも、これも義満がやってたことで、まあ、義満がやってたことを踏襲している部分はあるんです、実は。なんだけれども、北山殿時代、まあ、つまりは隠居してからの義満の政策については、あまり、賛成しなかったんでしょうね。義満は受け継がなかったというわけですから、まあ、ちゃんと自分の父親がやってたことを見た上で取捨選択して自分は何をやるべきかということをおそらくは考えていた。なので、まあ、感情的にお父さんが嫌いだから全部やらないというふうではなく、おそらくはその中身を見て判断した上で、これは必要だけどこれは必要ないということを、まあ、考えてやっていたんだろうと言われておりますね。で、そして、まあ、実際義満の時代には政治的には非常に成熟してきていた時期でありました。まあ、義満もやっぱり義満がね、それこそトリックスター的なその守護大名の勢力削減とかをやってたせいであまり目立ちませんが、まあ、義満の時代の政治というのも非常にこう、なんていうか考えさせられるというか、これ頭を使うなというような政治状況が多く起こっていて、その一つが義満の弟足利義継が謀反の疑いで殺害されたという事件ですね。で、この事件というのは非常によくわからない幕引きをしていて、事の発端は関東で、鎌倉公方とか、まあ、その辺りの辺がいろいろ燃えてたんですね。当時の関東情勢が非常に燃えてた、まあ、上杉前主の乱をきっかけにして、非常に当時の、鎌倉公方近辺が、まあ、穏やかな状況ではなかったと。幕府に対して、まあ、反旗を翻す人物が、まあ、関東方面で出てきていたという状況があって、幕府は非常に関東情勢に対して何というか気を張っていたというか、まあ、そういう状況でした。で、そんな最中でこの義満の弟の足利義継が突然京都からいなくなった、出奔したという話が出てきて、でなおかつそれだけじゃなくって、出奔した義継と一緒に関東の武将と協力して幕府を倒そうとしてると噂が立った守護大名が何人もいたという状況でした。で、しかもその反旗を翻そうとした守護大名というのが幕府の慣例を務める細川氏だったりとか、もう名だたる諸大名の面々だったんですね。でね、最初政治的にこれを止めようとして、そのなんかね、尋問とかをやらそうとしたのを止めようとしたりもしてるんですよ。そう、尋問したら要するにどんどんその政治問題が拡大していくから、どっかで歯止めを利かそうっていうことで止めに入るんですけど、まあ、最終的にはそれも効かなくって、で尋問した結果、その尋問された人が守護大名のあいつも関わってたというふうに吐いたっていうのがあって、でそこからどんどんその問題が拡大していって、最初は関東の火種から始まったことが、中央政権に加わる守護大名たちみんなにもそれが飛び火していって、もう誰が敵で誰が味方なんだかみたいな状況になるんですね。で、この非常にその政治的にやばい状況だったこの事件の幕引きが、なんともあっけない展開で終わっていて、それ何かというと、全部一人の人間のせいにされて終わった。で、そのせい、誰のせいにされたかというと、ここで書いてる、富樫光重
という人物で、この人物は義持の側近だったんですね。で、義持の側近としてこの謀反の嫌疑がかかった足利義継を殺害したりとかで、まあ、大名に対しても要するに謀反の嫌疑をかけていた人物でもあったんですね。まあ、まさに家中の人だったんです。で、この人が突然義持の愛称との密通がバレて殺害されて、でこの事件は幕引きになってしまうと、スケープゴートにされたんですね。要するに、でこれは桜井英治さんはうやむやの政治学、うやむやの政治というふうに表現していて、どういうことかというと、もうそれこそ幕府を揺るがすようなこういった事件が起きてしまった時にどうやって政治的にケリをつけるかというところで、まあ義持からすれば肉を切らせて骨を断つなんですね。まさにね、自分の腹心を一人犠牲にしてこの政治問題を解決に持っていった、全部富樫光重がやったことだとして、終わらせたんですね。だこれは、まあ、考え方にもよるんですよ。で、富樫光重がかわいそうだっていう意見ももちろんあると思いますし、ごもっともなんですが、実際富樫光重は結構守護大名から恨まれてた節があって、で義持の側近としてね、そのいろいろ政策をこなしていけばいくほど守護大名との軋轢がどんどん深まっていってた状況だったので、まあ、ヘイトが溜まっていた人物でもあったんですね。だからまあ海を取り出すっていう言い方をね、人にするのはちょっとよろしくないかもしれませんが、まあ、そういった感じでこの富樫光重がスケープゴートにされて、この事件が一気に幕を引いたと。まあ政治的な見方をすればなかなか高度な幕の引き方をしてるんですよね。幕府内で一番ヘイトを買ってる人物に全責任をなすりつけて終わらせるっていうね、被害を最小限に収めているという状況なんですよ。まあこれもね、面白いことに事件の詳細が何もわからないと。これもうまいなと思うんですよ。要するに誰も記録を残さなかったというのは満場一致だったんでしょう、おそらくは。幕府関係者とか、まあその他諸々の人の記録に詳細なことが残らなかったっていうことは、おそらくその真相があまり外に出回らなかった上に結構うまく幕を引いた証なんじゃないかなと僕は思ってます。まあ、だからこそ今になっても真相がわからない。要するに義持とかが、まあ、他の守護大名もそうですが、幕府の面々が思った通りになったわけですよ。要するにこの事件をうやむやにして終わらせたかった。実際すごいですよね。600何十年経った今でもうやむやなままなんですから、これは成功と言っていいんじゃないかなと思いますね。はい。ちなみにこの側近がスケープゴートにされるっていう事件はこの一件だけではなく、今島吉さんがコメントされてますが、赤松持貞っていうこの人物も同じように義持の、愛称との密通がバレて殺害されて、それ関連の事件が一気に幕を引くっていう状況がありました。まあ、政治的には非常に高度になってるんじゃないかという評価を桜井英治さんはされてましたね。はい。これは面白いところですね。そう、あれ、そう、本当に牛井さん言う通りで、本当にめちゃくちゃ謎な事件ですよね。いや、でもすごいですよね。何百年経っても謎のままで、こんだけでかい政治問題なのに、結局誰も何の記録にも残らないまま、現代まで来てしまったって、本当に当時の幕府の面々も本当に綺麗に幕引いたんだなって思いましたね。そうなんですよね。だから幕府が壊れるレベルの危機だったから、まあ、そういう幕引きの仕方をしたっていうところですね。そうですね。猫が死んでるかどうか箱を開けないとわからない、シュレディンガー、シュレディンガーの光重ですね。そうなんですよ。戦乱になら、なるよりかはマシっていうのは当然でしょうね。
さあそんなところで続いて高度な政治の話をした後にさっぱりとした解説、五代将軍足利義和でございます。前回堂々の第15位最下位でございました。なぜかというと非常に若くして死んでしまったがために何やったかがあんまりよく分かってないからです。17歳でお父さんの義政から将軍に譲られます。でお父さん後継の下で将軍として儀礼なんかに参加します。で彼の周りには岡田衆と呼ばれるような伊勢大太刀上野などなど、後年幕府の側近として名前が上がってくるような、人たちのおそらく先祖の人たちが近親として支えておりました。まあ、ところがたびたび将軍になった後発病して19歳で亡くなってしまいました。で実際放送にかかっているのに慣例帝に、将軍のおなりをしていたりとか、まあ、政治的には非常に熱心に頑張っていた人ですが、残念ながら病には勝てなかったという人物ですね。で実際その義和ってマジでよくわからない。で室町幕府の将軍列伝の中でも本当によくわからないって言われてて、で実際義和は足利将軍の歴代の将軍15人の中で2人木像がない将軍なんですね。で東寺院というね京都のお寺に、ちょうど立命館大学の京都のあの辺のキャンパスの裏にあったかな、東寺院という寺があって、そのお寺に足利将軍の木像が安置されているんですけど、この木像には2体欠けている木像がある。まあ欠けているというか作られなかったのかもしれませんが、足利将軍歴代15人の中で2人だけなんです、欠けてるのは。それが義和と義秀ですね。で14代の義秀は、まあ、京都に一度も入れてなくて、将軍した期間もわずか半年なので、おそらく将軍とみなされてなかったんだと思います。ただ義和は、京都で正式に将軍になっているにもかかわらず木像がないと。よくあの画像で出てくる、それこそさっきここに出した木像っていうのは、実はこれは東寺院に安置されている木像ではなくって、栃木県の足利市の万の字にある、木像なんですね。なので東寺院にも実は木像が安置されてないんですよね。で肖像画はおろか顔も残されてないので、ほとんどわからないという状況なんですね。で、まあ、そんな中でも義和を語る上で唯一出てくるエピソードが大酒飲みのエピソード。まあ酒を飲みすぎて義持から禁酒令を出された、お父さんから、禁酒令を出された、要するにアル中だったんじゃないかというふうな言われ方とするんですが、これもよくわかんない。実際義和本人を責めてるっていう記録が寛永三代記にしかないんですね。なんで、資料的根拠もちょっと欠けるし、でなおかつ義持が出した禁酒令っていうのは別にその義和自身の印象を咎めるものではなくって、御山寺院に対して出したとか、まあ、義和の近親に対して出したとか、まあ、そういった記録が残っているので、まあ、義和に対してというよりかは義和の周りの人とかで、御山寺院に関しては、まあ、義持は非常に禅宗に対してもその信仰が深かったので、まあ、その禅宗の僧侶に対して、規制をするという意味で出した禁酒令っていう意味が強いと。だから実際義和に本人がアルコールを過剰に摂取していたかっていうことはよくわからない。というかそもそも当時の将軍お酒を飲むのは当然なので、というかお酒を大量に飲むっていうのはもう足利将軍家、別に義和に限ったことじゃなくて、もうほとんどの将軍がそうなんですよ。なんで別に義和だけを責める理由にはならないというかね。なんでもうついにエピソードがないんですこの人エピソードゼロだから、もうなんていうのかな愛着の湧きようがないっていうか、難しいですねかわいそう。
あ、そうですね、あの放送を押して慣例のお家におなりしたっていうのは一つエピソードかもしれません。まあなんかけなげですよね、そのエピソードもね、かわいそうになってくる。そう、牛さんの言う通りでね、吉和がアル中キャラじゃなくなったら本当に無個性になっちゃう。マジでね、なんとも言えん。吉久の方がキャラ濃い。そりゃそうですね。それちょっとね、エピソード0になってしまいましたが、まあ、逆に悲運部門に入れてあげてください。こんなに悲しい人いないでしょ。だってもうダメエピソードも良かったエピソードもほぼないんで、本当に辛いんですよね、この吉和はね。なんとも言えんわ。うん、難しいね。真面目に生きてたから公家たちもあんま、書くことなかったっていうか、そもそも政治の表舞台に立つ前に亡くなっちゃったからかな。加えて吉和の時期ってね、えお父さんの吉松が生きてるから、政治的なことはほとんどお父さんがやってしまうというか、それ目的で隠居してるんでね、大御所になるために隠居してるまであるからね、難しいね。そんな吉和に対してエピソード爆盛り将軍でおなじみの六代将軍足利義教でございます。さあ、もういろいろあるんですが、まあ、まずはくじ引きですね。くじ引き将軍と呼ばれますが、足利義教はくじ引きで選ばれた将軍です。なぜか、先代の将軍であった足利義和が早くして亡くなってしまったので、結局義持は後継者がいなくなったと。で、義持は義持で神頼みというかね、あの神のお告げをずっと熱心に守っていたので後継者を指名せずに亡くなった、まあ、そのためにくじ引きによって将軍が選ばれて義教が将軍になりました。で、義教は僧侶から将軍になったので権力基盤がほぼないと。別にお父さんから権力を継承してないので非常に立場が弱かったんですね。で、当時さっきも言ったように守護大名と将軍との関係性というのは非常に高度なものになってたんですね。政治的なそのやり取りとかも非常に高度な政治的なやり取りが行われていた、まあ、誰かをスケープゴートにして幕府内の政争を収めるみたいな非常に高度な政治が行われていたので、これに対抗しようとなるとなかなか大変で、義教はですね、まあ、前半生というのは側近や大名と非常に協調しながら政治を行っていて、で、周りの噂とか外聞を非常に気にするたちでありました。で、そのエピソードとして、結構有名なのが、義教は最初義信という名前を名乗っていたんですね。信という字は宣伝の宣という字を書きますが、義信という字を名乗っていたんですが、これが世を忍ぶっていう言葉に通じるために不吉だとして名前を変えたと。まあ、これぐらい結構その気にしいだったって言ったらいいんですかね、はい、結構細かいことも気にするタイプだったんですね。で、まあ、そんな細かいことを気にしすぎた義教は晩年になると、そういう細かいこととか周りの、噂とか自分に対する悪い評判を全部聞き入れて処理するんじゃなくって押さえつける方に回っていくと。で、実際義教を止めてくれるような重臣たちが亡くなってしまうと、万人恐怖と言われるような専制政治に発展してしまって、最後は守護大名の赤松光助によって暗殺をされてしまうという、まあ、非常にジェットコースターのような人生を歩んだ人物でありますね。まあ、難しいところですね。歩く原子炉。言い方よ。神に頼んだ会はありましたが、まあまあ、吉持は後継者に関して神に頼んでるわけじゃないですから、自分の子供が生まれるっていうことに対して信託を受けただけなんで、別に次の後継者がいい将軍かどうかなんていうのは信託を受けてないですから。
そうですね、比叡山を焼き討ちした人物でも有名ですね、この人はね。そう、信長がやる前に2人の人物が比叡山を焼き討ちにしてるんですが、その1人目が足利義教ですね。まあ、影響の三門騒動というのがありましてね、まあ、その時に比叡山を焼き討ちしたわけでありますが、そんな足利義教、これもエピソードの一つとして、富士遊覧、富士山を見に行ったという話があります。で、この富士山を見に行くというのは何も、旅行に行ってるわけではないんですね。旅行に行ってるわけではなくって、当時は関東の鎌倉公方と、京都の足利将軍というのは関係性が基本的にあまりよくありませんでした。で、当時、関東公方だった足利持氏に対しても、足利義教はまあ恣意行為、要するに威嚇するために、富士遊覧と称して関東へと旅行に行ったわけですよね。まあ、関東までは行ってませんが、実際その関東のすぐ手前の、富士山のところまで遊覧をしに行っていた。実はこの富士遊覧って反対意見が多かったらしいんですね。で、まあ幕臣の中から、もう守護大名の中からも、関東公方を刺激するからあんまやらない方がいいというふうな意見が非常に多かった。実はこの反対意見が多かった富士遊覧を推し進めたのが赤松光助なんですね。で、まあ、最後を知ってる人はご存知だと思いますが、この赤松光助というのは足利義教を暗殺する張本人です。そんな暗殺をする張本人が実は義教を支えていたんですね。まあ、こんな言い方をすると仲が悪かったみたいな言い方になりますが、まあ、実は赤松水助というのは義教から結構、大事にされてるタイプの守護大名ではありましたんで、まあ、そんなずっとずっと仲悪かったわけではないんですけどね。で、まあ、そんな後押しした赤松水助で、実は義教はこの富士遊覧の直前に播磨にも遊覧しております。で、この遊覧というのが何を指すのかっていうのが非常にむずいんですが、室町幕府将軍列伝の中では、当時その将軍が旅行に行くってなると、現地の人々はそれに備えてめちゃくちゃ準備をしないといけない。要するに金がかかるんですね。で、その国の守護とか、荘園領主とかは義教をもてなすためにいろいろな準備をしないといけない。要するに大変なんですよね。で、これね、赤松光助が富士遊覧に賛成するっていうのはどういうことかというと、赤松光助自身は実は当時侍どころの当人を務めていたので、京都から出れない状況だったんですね。で、加えて赤松光助の領国は西国にあるので、播磨とか備前美政がこの辺りなので、義教が東へ遊覧したところで何も準備しなくていいんですね。おそらくは赤松光助にもある程度の負担を背負ってもらうために播磨に遊覧したんじゃないかと、まあ、そういう風な考察がされております。まあ、つまりは義教が東へ下校するってなったら、東方面の大名はみんなお金を出して準備しないといけないのに、あろうことかこの富士遊覧を推し進めた赤松光助は何もお金をですね、懐を全く痛めないまま、ね、富士遊覧すればいいじゃんって口だけ言っといて、あいつは何なんだっていう風な意見が出てくるんじゃないかということを配慮して、義教は播磨に遊覧したんじゃないのかというふうに言われてるんですね。まあ、もしそうだとしたら、義教が非常にバランスをいろいろ考えていたということになります。で、実際ね、まあ、義教は別にその何て言うのかな、乱暴な人間だから万人恐怖の政治に走ったというよりかは、多分ね、いろんなことに気がつくタイプというか、神経質なタイプだったからそうなっちゃったんだろうなっていう気が僕はしていて、でそれはね、やっぱりサラフサ親王とかのエピソードともなんか合致するというかね。で、サラフサ親王というのは当時伏見の宮家の、人物でありまして、伏見の宮家というのは、これも話し始めると長いんですが、当時朝廷というのは分裂していました。で、それは南北朝だけじゃなくって、北朝の中でも分裂をしていたんですね。もともとは伏見の宮家が、嫡流だったんですけど、ちょっといろいろありまして、嫡流の座から外れてしまった家なんですね。天皇の座に本来ならつける家だったけれども、いろいろあって、宮家に落ちてしまった家なんですね。で、ところがこの時、
天皇をやっていた方の血筋っていうのが途絶えかけていたので、もう一度伏見宮家を天皇に戻そうという動きがなされていたんですね。ただそうなると伏見宮家は後ろ盾がない状況なんですよ。もともと天皇だったっていう、後ろ盾しかないので、まあ政治的な状況がまた不安定になると。で、義教はそれをしっかり見越していて、御花園天皇に即位させるとき非常に手際がいいんですね。それこそ天皇の血筋が断絶したもうその当日とか翌日の段階で、この御花園天皇の身柄をしっかり確保しておいて、誘拐されないように対策もして、即位に挑んでるので、義教は非常にこの辺きっちりしてるんですよね。あんまりその大雑把な感じではないんですよ。乱暴な感じではないですね。この伏見宮家とのやり取りっていうのも非常に親密なやり取りを繰り返しているので、義教っていうのはまあただ単に乱暴だった人っていうよりかは、むしろ神経質でいろいろ気がつくタイプの人なんだけれども、まあ、それが講じていろんな周りから受ける評判とか風聞とかを気にしすぎて、挙句それを抑えつける側の政治に回ってしまったという、まあ、不思議な人物のような気もしますね。そうですね、いろいろあったんですけども、ちょっといろいろは説明する時間がないですね全く説明する時間がないですね。そう、明智光秀も赤松光助も両方 AM だっていうのよく言われますよねイニシャルが AM の人が暗殺をしているというね。あ、すみません、播磨でどこで旅行するところがあるんだろうって言うんですけど、実はですね、播磨の延慶寺っていうのがありまして、あそこが当時の禅宗の中で非常に重要視されていたお寺の一つなんで、播磨の延慶寺っていうのは一つ目指していたところだと思いますね。義教自身も禅宗には非常に熱心に信仰していて、まあ、その禅宗の聖地の一つである播磨の延慶寺、諸舎山の上にあるやつね、そう、播磨の延慶寺に行くために旅行したんじゃないかって言ってる学者さんもいらっしゃいますね。そうですね、逆に粛清する人って臆病なのかもしれませんね。いろいろ気にしすぎているのかもしれない。そうそう、諸舎山の延慶寺ね。そうで、まあ犬と呼ばれた将軍っていうのはまあいろいろ実は何人かいるんですが、まあ義教も犬と呼ばれた将軍の一人で、家臣の赤松光助に殺された時に犬死にと書かれたんですね。でその書かれた相手というのが義教と非常に仲良くしていた定房親王でした。まあ、定房親王は義教のことをもともと嫌ってたというよりかは、むしろ義教と良好な関係を築いていたのに、ある時点でこの定房の家に仕えていた伏見宮家に仕えていた女の人と義教が対立をしてしまって、この義教が伏見宮家の、女の人を、めった打ちにしたっていう事件があって、まあ、その事件がきっかけでおそらくはそういう風に書かれてしまった。まあ残念ながらその事件というのが義教が暗殺される数ヶ月前という非常にタイムリーな出来事だったので、余計に定房はショックだったんだと思いますね。そうですね、義教はもともと天台座主ですからね、非常にまあ、比叡山の中では相当頭が良かった人物なんじゃないかなと言われてますけれども、さあそんな複雑な精神性、複雑な政治状況、ここから室町時代は混乱期に入っていきます。そんな混乱期に入った一人目の将軍が前回堂々14位の足利義勝君。前将軍の足利義教が暗殺されてしまったために、不安定な情勢の中わずか9歳で将軍になります。9歳で将軍になった挙句、当時の政治は慣例が主導しておりましたので、
彼は、ね、何をやっていたかというのがほとんどわからない。資料の中で聞こえてくる彼の肉声というのは夜泣きがひどかったという夜泣きの声しかなかったんじゃないかというのは室町幕府将軍列伝で義勝のことを書かれていた先生の、おっしゃっていたことですが、まあ、夜泣きの声が唯一の肉声だというのはなかなか皮肉なもんで、実際義勝は本当に政治的に何やってたかというのがあまり見えない人物であります。で、義勝この側体姿で一応映ってはいるんですが、これがね、どこでした格好なのかっていうのも微妙なところで、唯一した場面があるとすれば、朝鮮通信使との対面、朝鮮通信使がやってきた時に実は義勝は自らこの通信使と対面しておりますので、まあ、その場面でおそらく着用していたんじゃないかという感じですね。で、まあ、9歳で将軍についてわずか1年10歳で病没してますので、まあ、記録はほとんど残らないという人物ですね。まあ、現代であれば小学生でね、病没してるわけですから何とも言えないですが、正月の前の橋が折れてからその年のうちに死んだって話を聞いたことがあるいやまあ当時の記録でありそうな記事ですけどね、当時よくそういうなんかあの呪いとか怪異にまつわる話多いんでね、そういう話もあったんじゃないですかね。めちゃくちゃ可愛いって言われてますね。まあ子供の木像が作られるっていうことはなかなかレアですからね、そういう意味では結構レアな将軍かも。そう、鶏を好んだらしいです、ね、ひねり出した逸話さあ、そんな足利義勝、異例の烏帽子親、実は彼が将軍になった時、お父さんの義則は柿酢の変で暗殺されておりましたので不在です。てかこの世にいません。加えて寒冷畠山持久には出家していたので、関白出家していたので、結局その烏帽子親になる人がいなかったんですね。なんでなんとこの義勝くんは武家ではなく公家が烏帽子親をやってる、関白の二条持元が実は烏帽子親をやっているんですね。これも歴代将軍を見てもなかなか珍しいパターンですね。うん、なかなかないかなと思いますね。で、まあまあお父さんが亡くなっているのは仕方ないとして、関連まで出家しているので、まあ、烏帽子親になる人がいないという非常に珍しいパターンではありますね。で、覚えのいい教えがいがある少年ということで、まあ、義勝は9歳で将軍について、そこから、これ読書始めでいいのかなっていうのをやってまして、まあ今でいうところの学校みたいなことを、将軍もやっていた、学校で勉強するみたいなことを、幕府の中でやってるわけですね。当時、清原の成忠ですかね、から鑑賞を教育されたんですね。で、その際に先例とした吉町は11歳で始めているのに対して9歳で始めていると、まあ、この時どうやら清原成忠に対して他の人物から、まあ義勝の状況を見て、あとは先例と照らし合わせていつ始めるか決めたらいいんじゃないかと言われていたそうで、まあ、9歳から始めるっていうのは義勝の能力を見た上で決めた数字だそうなんですね。なんでおそらくは割と利発な子だったんじゃないかと、覚えは割と良かったんじゃないかというふうに言われてますね。で、まあ、ちなみにお父さんの義則は暗殺されちゃったので強令ですね、はい、強令でお父さんの洗礼は全く重視されませんでした。その代わりに義持の洗礼が重視されたので、まあ、この11歳っていう基準は、義持を基準にして考えた数字ですね。まあちなみに9歳で覚え始めて、なんかわずか1年ほどでもう次のステージに入ろうみたいな、師匠を次はやろうとか言って、結構ペースは早かったらしいんですよ。なんで、まあ、本当に割と利発な子だったのかなという感じはありますね。まあ、まさか清原の、成忠も
教え始めてわずか1年ちょいで亡くなるとは思ってませんでしたでしょうが、うん、まあ不運ですね。もう特報に入道モードかって言われてます。入道モードでそんなモード変えれるみたいな言い方。めちゃくちゃエピソードあるやん。そうですね、吉持は将軍についた時期が長かったからね、持ちの変化がめっちゃ長いこと残ってますね。あ、罪人間違えてますね、失礼しました。もうね、急いで作ったから多分至る所間違えてると思うわ。申し訳ない。そうですね、義勝が長生きしてればどうなったのかっていうのはなかなか難しいところですよね。義勝が長生きして果たしてあの政治状況を切り抜けられたのかどうかっていうのは難しいところですが、でも義勝がこのまま成長していれば、今の局とかも出てこなかったでしょうから、あの辺の政治的な停滞はなかったかもしれないかもしれませんね。続いて8代将軍足利義政、まあ、この人物も世間ではそれなりに有名な人物かなっていうところですね。そんな義政くん、お兄ちゃんがわずか10歳で亡くなってしまったので、まあ、その6年後14歳で元服して将軍選挙を受けると。なので義政も結構早いうちから将軍選挙を受けてるんですよね。で、将軍申請を目指すんですが、守護大名を統制しきれず応仁分明の乱が発生してしまうと。まあ義政の評価も非常に難しい人物ではありますが、まあなんとも言えんですね。この人好きになれないという人も結構多いんじゃないですかね。ただ僕は個人的に義満よりかは、なんていうかしゃあないかなっていう気がしますね。まあ、誰がなってもまあそこまで変わらんかなっていう感じの時期ではあるんで、この時期はね、なんとも言えません。まあ、ただ義政がいじってしまった部分も、いくつかあるので、まあそこに関しては自業自得かなという気もしますし、なんとも言えんところですね。そんな義政、文化的にはわりかし評価できるポイントが多くて、まあ、一つは東山山荘ですね。銀閣を作ったことで有名で、まあ、実際この東山山荘っていうのは日本文化の中でも相当文化的価値が高い、そういう書院作りという意味でね、文化的価値が高いものですから、まあそういう点では評価できるのかなというところもありますね。いろいろある人、無能の働き者、将軍界のスーパースター、スーパースター無敵状態どころか全員敵状態でしたけどね。もうひどい言われようだな。義政嫌いすぎでしょみんな。そうなんですね、6年間将軍がいなかったっていうのもでかいですよね。やっぱり、ね、そのハンディも相当でかいと思うんですよね。6年間も将軍いない状態から将軍になった人っていないですからね。義輝から義明の期間ももうちょい短いんじゃないのか、なんとも言えんですけどね、この辺が。さあ、そんな足利義政、まあ、いろいろ面白いエピソードが残っておりまして、これもねよく言われるエピソードで、義政は時の天皇、御花園天皇から監視による監視を受けたとしょうもないダジャレですが、まあ、監視によって諌められたというお話があります。で、まあ、なぜかといえば、当時実は義勝が住んでいたような、
吉勝が住んでいた将軍御所というのがだいぶ壊れかけていたそうで、まあ、荒廃していたんですよね。なんでその将軍御所を建て直そうというところで、御所の再建を命じたんですが、まあ、残念ながら飢饉と、どんかぶりしてしまいまして、まあ、その時期に御所の再建を命じてしまったことから、時の御花園天皇が、まあ、これを諌める感謝を送ったという話が実はあるんですが、うん、これも本当か嘘か分かんないんですよね。でこの感謝を送ったっていう資料自体が実はあまり信憑性が高くない資料で、正直本当に当時花園天皇がこんな感謝を送ったかっていうのは正直定かじゃないです。本当とは言い切れないです。なんでまあ面白いエピソードぐらいに捉えてもらったらいいかなと思いますね。まあ、ただ御花園天皇自身は結構関心に対して造形が深かったというエピソードが残っているので、まあ御花園天皇だったらこんなことをしかねないなと思って後世の人が作った可能性もありますね。まあ、そういう意味では当時の人のなんていうか人格というかねを捉えていたエピソードなのかもしれません。そしてもう一つ面白いエピソードがあって、まあ、義政はね東山御物と呼ばれるようないろんなものをコレクションしていたという話が有名ですが、実はお父さんの肖像画をめちゃくちゃ集めてたっていうエピソード、これも僕は今回室町幕府将軍列伝を見て初めて知りましたが、義則の洗礼を非常に重視していた、まあ、これは僕も知ってましたが、義政っていうのはお父さんの義則の洗礼を非常に重視しました。で実際まあそれが原因で結構守護大名の、まあ、家督相続争いに強引に手を出してしまったという部分もあるんですよね。で実際そのお父さんに対する思いっていうのが肖像画のコレクションにまで現れていまして、でいろんなお寺に命じて、義則の肖像画をたくさん収集したというエピソードがあって、なんとその段階で数十もの肖像画が集められたと。まあ、現在で義則の肖像画って、2つぐらいしかないかなと思いますけれども、当時は、なんと数十点も肖像画があったと。まあ、これを鑑みるとおそらく歴代将軍の肖像画って結構いっぱい描かれてたんだと思うんですよね。なんで、まあ、今現存している肖像画っていうのがいかに一部その氷山の一角かっていうことがよくわかるエピソードだなと思って、なかなか面白いなと思いましたね。まあ、結局火災とか戦乱に巻き込まれてその後亡くなっていったのかなという気がしますが、まあ余計まあ実際義則の政治を非常に真似しようとしていたというか、まあ、洗礼にしようとしていた部分があったのでね。ああ、芝氏に対する仕打ちね、どうなんでしょうね。まあ、関東の政策に対して非常に強く介入するっていうのは義則の政策と似てますよね。御所を直す金はありませんが、絵を集めるお金はあります。お金を出して買ったかどうかは定かじゃないですけどね。集めてきてるって別に買ってるかどうか分かんないですから。あの吉政はなんだっけな、なんか他にも集めてましたよね。なんか集めてたエピソード他にもあったんですよね。絵巻物だったかな、絵巻物かなんかも吉政が好き好んで集めてて、で公家が自分の持ってる絵巻物を奪われるんじゃないかとか思ってたっていうエピソードが残ってたりしますね。武蔵坊弁慶の実筆文書が大量にあったという謎の伝承、すごいな。すごいな。あ、シンクロの劇中で義則のことをちゃんと不幸院様って呼んでたの、さすがだと思いました。すごいですね。義則と真似しちゃダメだろ。まあ、当時義則の洗礼って本当に強礼というかね、悪い例として扱われていたので、まあ義政はお父さんの礼を取り出してきて、これをやったというのは非常にその将軍神聖を目指すっていう、なんていうのかな、
性格が現れていると思いますね。吉勝が吉町を先例にしたのはおそらく当時の慣例の畠山町国とかの主導でしょうから、おそらく守護大名たちは義教の先例を良くないものとして考えていて、将軍としては、義政としてはいいものとして考えていたんじゃないかなと思いますね。そう、まあ義政もむずいですね。まあ、柴家の家督相続争いに関しては義政が、なんとも言えんな、あれも柴家も柴家でもうちょっと言うこと聞けよっていうところもあるし将軍の命令ガムシで自分の領国帰って身内の争いやってるぐらいですから、まあ、柴家も柴家なんですけど、まあ義政が義政で柴家の家督をコロッと変えてしまったっていうのが結構痛くって、で畠山家の家督相続争いに関してはもう義政が手を出し始めた時点でもう手遅れだったんで、まあ、それに関して義政はちょっと義政のせいにするのはちょっとあれかなと思うんですよね。当時義政はまだ19歳とかで、まだ今参りの局とかが現役で活躍してる時代なんで、義政が口を挟む余裕がまずないっていうのがあって、でそれの状況でもう畠山家の、家督争いが激化してた状態で義政が将軍として辣腕を振るようになるのはその後なんですよね。まあ辣腕ではないかもしれませんが、まあ、実際政務をやり始めるならその後なんですよ。だから義政ががっつり絡んでるのは関東政策で、柴家の家督をその渋川義兼の子供にやらせたっていうところが義政独自の動きなんですよね。だから義政が介入したので燃えてるのはそこがスタートだと思います。で、まあ、そっからの対処がどうだったかっていうのはなかなか評価がむずいところで、まあ、柴家の家督に関してはちょっとコロッと買いすぎじゃねっていうのは分かります。でその後の畠山家の家督相続争いについてはまあなんとも言えないね、強い方につくっていうのは足利将軍家がよくやることなんで、よくやることっていうかそうやって足利将軍家は生き残ってきたからまあ、あそこまで両方とも勢力を保ったまま均衡状態で戦に入るとはあんま考えてなかったのかもしれませんね。どっちかが先に潰れるって考えてたんでしょうけど、まあどっちも潰れないまま戦になっちゃったから、応仁の乱って結構特殊な例だと思うんですよね。大概どっちか対立してたらどっちかが勢力をだんだん弱めていって負けたりとか、また盛り返してどっちかが負けたりっていうことを繰り返すのはよくあるんですが、どっちもの勢力が割と勢力を保ったままで応仁の乱って先端が開かれてるんで、まあ、室町時代のその戦の中では、まあ、なかなか特殊なタイプの戦かなと思いますね。観音の上乱とかでもあれは別にね、守護大名がもともと原因じゃないですから、そう考えるとなかなかやっぱ応仁の乱って特殊な戦乱なのかなという気がしますね。はい、なんで義政をディスれるとしたら晩年ですかねそんなディスれる義政の部分っていうのは、まあ、この後出てきますね。晩年ですかね。はい、まあ持ち国もね悪いよね。なんか何とも言えんわ。だからいろんな問題が蓄積していってやっぱり応仁の乱起きたんだなって思いますねいろんな人のいろんなちっちゃな問題がいっぱい蓄積していってやっぱ応仁の乱に発展したんだろうなと、まあ、だから誰かが悪いとはなかなか言いづらいけど、まあ、義政はやっぱ将軍っていう座にあったからなんとかできただろうってやっぱり言われちゃうよねっていうところですね。はい、続いて今出川殿、足利義満、この人も応仁の乱の渦中にあった人物ですね。はい、さあこの義満くん、もともとはお兄さんの義政の後継者として次期将軍に選ばれた人物です。でもともとは足利義政には子供がいなくって、で後継者がいなかったので義政は弟である義満を、僧侶から減属させて将軍後継者としてつけたんですね。そしてその後結局義政は子供をめでたく産んだんですよ。で日野富子との間に義久という子供が生まれました。まあ
かつてはこの義久が生まれたことによって、日野富子は自分の息子である義久を将軍につけようとして、で義見は義見でそのまま将軍職に就こうとして、応仁の乱が起きたと言われていたんですが、まあ近年の、研究でそれはもうほぼ否定されておりまして、義久が生まれた後も義見は将軍後継者として扱われていて、で応仁の乱が始まってからも東軍の総大将として扱われていて、で日野富子も別に義見と仲が悪かったわけではなくって、で日野富子の妹がこの義見に嫁いでたりするので、まあその辺は別に対立していたわけではないと。なので、義久が成長するまでの中継ぎとしての立場で義見はそのまま応仁の乱へと突入していってます。ただ応仁の乱で義見が起こした行動の中で、非常にその戦乱を長引かせたというか、まあ、混乱させてしまったのが西軍への出奔ですね。で義見自身がこの応仁の乱の最中、突然京都の御所から、伊勢へ出奔すると言って突然姿を消すんですね。でそこから、義見はもう一度京都に戻ってくるんですが、戻ってきた段階で、義政が、義見のことを、まあ、陥れようとしていた人物伊勢定近というのを復帰させてしまって、で兄弟対決っていうのが兄弟の関係性がそこで完全に決裂してしまって、義見は西軍へと身を投じることになります。まあ非常にややこしい政治状況ではありましたね。まあ、結局義見はそのまま西軍の総大将になり、で応仁の乱は最終的には東軍が一応勝ったということになって終わったので、義見は京都に居場所がないんですね。お兄ちゃんとも対立してしまって、その奥さんの日野富子とも、仲が悪い、当時はもう仲が悪くなってしまっていたので、居場所がなく、最終的には美濃へ逃れて潜伏をしていました。潜伏をしていたんですが、そんな最中京都の将軍家でまたも後継者問題が起こって、義久、当時旧大将軍だった義久が、実子を産まないまま、子供を産まないまま亡くなってしまって、にわかにこの義見の子供である義胤が将軍候補に浮上して、なんと、まあ、十数年ぶりに上洛を果たしてもう一回京都で政治の世界に入ってくると。で、まあ、最終的に義胤が将軍になるのを見届けてこの義見は亡くなってしまったという状態ですね。まあ、この人の人生もなかなかアップダウンが激しい。最初お坊さんから始まって将軍後継者になって出奔して、西軍の総大将、幕府と敵対する勢力の総大将になって、でまた出奔というか下校して潜伏して、で自分の息子が将軍になると、まあ、非常にこう彼自身もアップダウンが激しいなという人物ですね。兄貴のせいでそうですね、お兄ちゃんが将軍やってくれって言わなければこんなことにはならなかったでしょうが、義見はどうすれば正式に将軍になれたんだろう。出奔しなければよかったんじゃないですかね。そうですね、足利将軍家自体も領土を設立みたいになっちゃったという。息子はもっとめんどくさいから政府とか言われてる。伊勢定近と義見の関係性、当時の政治権力について考えさせられる。難しいですよね。義見が権力を握れば握るほど今の義政の将軍権力が危うくなるって勘違いをしてしまうというか、まあ、勘違いというか、まあ、そういうふうに思った義政の側近の
伊勢定から吉見を排除しようとするという。難しいですねあれはね。有名な出奔事件、有名かどうかは知りませんが、この界隈では有名かと思いますが、応仁の乱の時、足利義満は伊勢へと出奔を果たしますが、実はこれ理由がよくわからないんですよね。未だによく分かってない。御座雄一先生の応仁の乱の中では西軍からの報復を恐れたというふうに言われてるんですが、まあこれも諸説ある中の一つで、義政と富子の対立によって御所を離れたっていう話もあります。要するに義見は東軍の総大将として盛んに戦争に参加していましたから、和睦を目指していた、日野富子とか足利義政と対立してしまったという説もあります。ただまあ義見自身が語った理由としては、足利義政と日野富子に気を使って俺は御所を出たっていう風な言い方をしていて、彼自身が書いたわけじゃないのかなあれはね。まあまあ当時の記録でその出奔の理由が分かるのはおよそそれぐらいなので、よく分かんないんですよ結局のところ、なんで出奔したのかっていうのがはっきりとは分からない。なんでまあ歴史的に結構これは重要な選択肢だったんだけれども、よく分からないですよね。で、兄弟仲に関して言いますと、まあ、義政と途中応仁の乱の最中はめちゃくちゃ対立をしてるんですけど、もともとはおそらく仲が良かったと思われます。でどうしてかというと、仲が悪くなる前、最初足利義満が減属して戻ってきた頃、義政と義満と日野富子が一緒にいる場面というのはめちゃくちゃ多いんですよね。でそれに加えて義満と義政が一緒に酒を飲み交わす記録があったりとか、で乱が終わった後のエピソードとしては、これ義政の葬儀の時のエピソードですが、義政が亡くなって葬儀をしている時に、義満はその場にいた公家から、まあ、義政との話をされた時に、義満自身がね、自分とお兄ちゃんとはもともとは仲が良かったの、ただその僕たちの兄弟の間にいろんな人が入ってきて、いろんな政治の話をしたりするようになってしまって、でそういった人、いろんな人が介在したせいで、最終的には仲が悪くなってしまったっていうふうな言い方をしてたんですね。なんでもともとは仲のいい兄弟だったけれども、まあ、やっぱり政治的な問題にいろいろ巻き込まれていくうちに、仲が悪くなっちゃったんだよっていう話をしたんですね。で、まあ、これも以前話したエピソードですが、まあ、実際その葬式のね、義満がそういう風に語っていたことに対して、奥家さんは義満に対して、いや義政はもう実は義満と仲直りしたかったんじゃないのみたいな話をするんですね。でそれなぜかというと、義満が当時美濃で潜伏していた最中に、自分が世話になったお坊さんを南禅寺の、十字職につけてほしい、まあ、南禅寺の住職にしてほしいという風に掛け合ったんですが、まあ、南禅寺のお坊さん側、南禅寺側からこれ拒否されてしまうんですね。でこの事件を聞いたお兄ちゃんの義政は、いや私の弟がせっかく願い出てくれてるんだから、ちょっと頼むからそこは言うこと聞いてくれよと、負けてお願いするよと言ってですね、弟の願いを叶えるために義政が南禅寺に斡旋をしたという話が残っていて、で義見はそれを義政のお葬式の場で初めて聞かされて、ああそうだったんだなと思って、まあ、ほのかに笑ったというふうなエピソードが残っていて、まあ、本当にねこの二人は多分仲良かったんだろうなってやっぱ思いますね。でもなかなか仲の良さだけでは、政治的な問題とかはやっぱ乗り越えられないんだなと、まあ、そういうふうにも思いますね。難しいですね。定鹿とかかわいそうに定鹿がスケープゴートにされる番ですね。まあ、そんないろんなエピソードを話しますが、突然敵方に出奔したり兄弟仲が良かった事件も見えたりと、
そこはかとなく高氏忠義兄弟を葬儀してしまうところもある。なんとなくそんな雰囲気がね、難しいね、足利の兄弟はね。そうですね、妻同士も姉妹ですからね。まあ、将軍ですからね、やっぱ周りがねそれほっとかないですから難しいなと思いますが、そういう、まあ、時代に翻弄された、そうですね、そういう言い方ができるかなと思いますね。ちなみに、あの、なんで伊勢に出奔したかっていう話は、大藪海さんが一応ちらっと触れてて、なんかね、大藪海さんはこの出奔した理由っていうのが、義見はあくまで義政に対しては逆心を抱いていない、要するに義政と対立したから出奔したんじゃなくて、まあ、要するに実際その吉見はそういうふうに語ってるんですね。自分はその吉政とか日野富子の迷惑になるから出奔したんだっていうふうに語っていて、でもし仮にそうだとしたら、この北畠氏、北畠当時の当主は北畠頼朝ですけれども、智則じゃなくてね、頼朝ですけれども、この北畠頼朝っていうのが東軍なんですけど、どちらかというと細川勝元と仲良かったっていうよりかは足利義政に近い立ち位置だったらしいんですね。だから、あの、東軍の武将って結構細川勝元と強いつながりがある、例えば赤松氏とか、まあ、京極氏とかもそうですけど、細川氏と関係性が深いから東軍についたっていう武将が結構いる中、北畠頼朝に関しては細川勝元との関係性というよりかは義政との関係性を割と重視して東軍についた節があるらしくって、だから吉見がなんで北畠氏を選んだかっていうと、まあ、もちろん京都からの距離っていうのもあるんでしょうけど、おそらくは勝元との関連性があんまり強くない人を選んだんじゃないかと。東軍、自分は東軍だから東軍のところに出奔するんだけれども、その要するに義政とか日野富子は戦を止めようとしてるのに、吉見としてはその総大将として、戦のね、それこそ首事件をしたりとかしてましたから、まあ、それが疑いのもとなんだとしたら、いや自分はそういうつもりないんだよと、細川勝元にめちゃくちゃ加担しようとしてるとかそういうことじゃないんだよっていうのを表すために、あえて東軍の中でも勝元との関係が薄い北畠頼朝のところに行ったんじゃないかなっていうふうに考察されてますね。確かに、まあ実際義政とか日野富子の動きっていうのは最初の段階では勝元に加担しようとはしてないんですよ。東軍にはついたけれども、結局なるべく中立的に戦を収めようとしてるんですね。なんで結局ね、吉見が多分御所の中で孤立したっていうのは、やっぱりその総大将だから、総大将としていろいろ活動していくうちに、いやなんだこいつは細川勝元とか東軍にばっかり肩入りしやがってっていう風に見られちゃったのかもしれないなっていうところ、まあ、これもね難しいんですよね、ここだからなかなかね資料がない部分でもあるし何とも言えないけど、まあ、大藪先生はそういう風に言ってらっしゃるってことですね。はい、まあ、なかなか難しいですけどね。で、まあ、そこから西軍に着いたっていうのはやっぱり伊勢忠親が復帰して御所の中に居場所がなくなった、最終的にはやっぱり義政からの疑いが晴れなかった、で義政と対立をしてしまったっていうのが原因で東軍のやっぱり御所を出ざるを得なかったっていうところがあるんじゃないかなっていう気がしますね。はい、まあ、もともと義見はあれですからね、一度伊勢忠親に謀反の権利をかけられた時に細川勝元の館だけじゃなくて山名宗全の館にも逃げているので、おそらく西軍にも東軍にもつてはもともとあったんじゃないかなっていう感じはありますね。だからまあ後々西軍につけたんでしょう。全くなければつけないんじゃないかなと思うので、
あ、これも難しいですけどね。政治的な話をがっつりしてしまいましたが、あれあれな室町時代解説、続いては足利義久でございます、まあちょっと難しい政治の話をした後には、まあ、なかなかこのエキセントリックな将軍がぴったりなんじゃないでしょうか。まあ義久もかわいそうっちゃかわいそうな人で、彼は応仁の乱が終わらない中ですね、結局のところ義久が成長するまでの間、中継ぎの将軍をやるはずだった足利義満が西軍へと鞍替えをしてしまったがために、義久は予定よりも早く将軍に就くことになりました。なのでわずか9歳で将軍宣言を受けます。ところが応仁の乱が終わってから義久が成長した後も、お父さんである義政はなかなか権力を離すことができませんでした。まあ、実際義政は当時東山山荘の造営もしていましたし、禅宗関係のことも全部義政がやってましたから、なかなかねやめれなかったんだと思います。で、まあ、そんな状況で義久は自分の権力を握りたい、でもお父さんが権力を離してくれないというジレンマに陥って、まあ、最終的には義久が幕府の奉公衆を、自分の周りにはべらせるようになって、で義政は義政で奉行人という文書を発給する、それ専門の側近を自分の周りに固めていました。でこの義政の側近と義久の側近が最終的には戦闘に陥るというような状況にまで陥る。まあお父さんと子供の対立がここまで激しくなるというのはね、忠冬以来かな、もう本当それぐらいだと思いますが、本当に激しい対立をしてしまうようになります。で最後の最後まで結局義久はお父さんの義政の権力から逃れることができなかったので、義久は自分のその将軍権威を強めるためにも、そして京都の伊勢市とか義政から独立するためにも、近江へと出兵します。でこれが第一次近江出兵、目標は近江の六角高頼という武将を討伐することでした。当時近江の六角高頼は、寺社本所領を横領する、まあ、寺社とか、公家の所領を、バカスカ横領していたという話があって、まあ、特に近江という都市は比叡山の荘園とか、公家たちの荘園、それに加えて、将軍の側近である奉公衆の所領もたくさんありましたから、そういった所領を、六角氏が横領していたがために、その標的に選ばれた。まあ、京都から近かったことも一つだと思いますけれども、まあ、そんな感じで近江へと出兵しますが、最終的にはその陣中で病没してしまうという感じですね。そうですね、この人も酒飲みで有名ですね。酒は飲んでも飲まれるなと言いますが、酒はね多分みんな飲んでるんですよ。ただ飲んで飲まれちゃうのはやっぱ良くないよね飲まれちゃったのが義久ですよね。別に他の将軍が酒飲んでないわけじゃないですよ。将軍家、足利将軍家基本的に大酒飲みばっかりなんで、酒は基本飲んでます。ただ許容できない人が何人かいて、まあ、その一人が義久だったのかなって気がしますね。そうそう、義久は緑髪将軍とか言われてね、まあ、緑髪っていうのは今でいうところのイケメンっていう意味で、まあ端正だったそうですね、お顔立ちがね。そうですね、花の乱の時は、大河ドラマの時は TOKIO の松岡さんがやってましたけれども、そうですね、大立上皇はこの義久の側近として活躍してましたからね、この頃からですね。曲がりの陣、曲がりの陣ってかっこいいよね、確かに歴史用語として。さあそんな義久のエピソード、
まあろくなもんがないんですけど、吉久のエピソードはかわいそうだなと思うな。うん、吉久のエピソードはあんまろくなもんがなくてね。で、一つはやっぱり吉政との対立が挙げられますね。で、吉政とはたびたび意見が合わず対立を繰り返しておりました。で、それこそあの女の取り合いなんかもやっていて、本当になんか下世話な親子だなと思う部分もありますが、まあやっぱね、相当ひん曲がった青春時代だったんだろうなと。まあ9歳で将軍について戦乱真っ只中の状態で成長してますし、で、吉政と日野富子の仲も当時あんまり良くなかったですから、まあ、そんな状況で育てられたらこういう子供が育つんだというのがまあちょっとわかるなという感じもします。で、実際ね、公家から正月の挨拶をされる際も、吉政を先に、そして吉久を後に、まあ、当選するんですけど、その時吉久は、体調不良だから会わないと言ってですね、たびたびその儀礼の拒否をしていると、儀礼をドタキャンしてるんですね。挨拶を受けない、まあ、おそらくは吉政に挨拶した後に自分のところに来るのが気に入らなかったんじゃないかなというところですね。まあそもそも将軍親子が一緒に受けろよって話なんですけど、まあ残念ながら当時も本当に吉久と吉政の仲は冷え切っていたので、まあ別々の場所に住んでいて、まあ、日野富子はどちらかというと吉久側についてくれたんで、まあ、そこは吉久としても心強かったとは思いますけれどもね。そして東大は猿楽で滅亡するかという、まあ、なかなかなタイトルですが、吉久はですね、自分が寵愛する猿楽氏に武家身分を与えたことで、そんなエピソードがありまして、でこれに対して当時奈良の興福寺仁尊というお坊さん、まあ、この人はお坊さんと言いながらもともとが摂関家の出身なんで、めちゃくちゃ偉い、超絶貴族なお坊さんなんですが、まあ、そんな仁尊はですね、先代は田楽で東大は猿楽で滅亡すると、まあ、そんな風に述べたと、まあ、つまりは先代というのは鎌倉時代のことですね。で鎌倉時代の最後の執権である北条高時、まあ、北条高時も田楽が非常に好きだったというエピソードが残っていて、で先代は田楽で滅んだが東大は猿楽、要するに吉久が猿楽氏を武家身分に取り立てたことを批判してですね、まあ、この幕府は猿楽によって滅びるんだみたいなことを日記に書いたという話ですね。まあこの仁尊という人物はね、まあ、およそそのプライドが高い人物です、そこはまあちょっと差し引いてみる必要がありますね。はい、まあプライドが高いというよりかは、なんて言ったらいいのかな、まあ、やっぱり摂関家出身の方ですから、まあ、やっぱそこはねちょっと身分意識が非常に高いっていうのがあって、やっぱりねそういう身分秩序を揺るがすようなことに対しては結構厳しい意見を出してる。それこそ下克上とか、まあ、そういったことに対しても、仁尊はめちゃくちゃ批判的な記事を書くんですよね。で、まあ、ただですね、やっぱり興福寺の、まあ、トップというかね、まあ、事実上のトップみたいな地位にいましたから、まあ、現実的な部分ももちろん彼にはあって、まあ、下克上を否定しておきながらも、興福寺の所領が当時越前にあったので、朝倉孝景が戦に勝って年貢が入ると聞いたらそれは喜んでいたりとか、まあリアリストなところもあるんですけど、まあやっぱり基本的にはそういうなんか身分秩序を乱すようなこととか、まあそういったそのなんていうのかな、洗礼を大事にしないとか、そういうことに対してはめちゃくちゃ批判的な人物ではあります、まあ、ですからこの吉久に対しても結構批判的な意見を述べていて、まあ、さっき犬と呼ばれた将軍が、まあ、何人かいたという話をしましたが、その犬という呼ばれた将軍のもう一人がこの人物です、吉久です。でそれはいつ言われたのかというと、吉久はですね、昇段治療という、まあ、これはですね、まあ、将軍が政治をやる上でどういうふうに政治をやるべきかというような、まあ、その政治に関するですね、なんて言ったらいいんだろうね、その将軍とはこうあるべきでみたいな説教がいっぱい書いてある本なんですけどちょっといい言い方が全然思い出せないんですが、
まあ、そういった商談治療という本を与えられて、まあ、それを、ヨシッサは勉強してですね、まあ、帝王学を学んだと言われるんですが、まあ、その商談治療をヨシッサに渡したという話を聞いた、ジンソンは、まあ、そんなもん犬に説法するようなもんだというふうに非常に手厳しい意見を書いていて、まあね、さすがに言い過ぎだと思いますけど、僕もさすがにそれは言い過ぎだろうとは思いますけれども、まあまあ人尊らしい意見だなとも思いますね。はい、あ、そうですね、一条兼義、一条兼義が、書いたものですね。まあ、ちなみにこの一条兼義は、このジンソンのお父さんですね。で、このジンソンは自分の、お父さんに対して犬の前で犬の前で説教してくるのかみたいなことを日記に書いていて、まあ、本当にひどい言い方をするなと思いますが、およそ摂関家で育った人間とは思えないような口ぶりで日記を書くんですよ、このジンソンという人物は。もう行儀がなってないんじゃないかなって思いますけれども、まあ、そんなことも書かれております。まあ、ちょっと、そういったエピソードもあったりしますね。はい、まあ、そうですね、やっぱり上の立場に立つ人間としては身分秩序を乱されることは非常に嫌だと思いますからね。あ、そうか、ジンソン人物操縦出てましたよね。確かにジンソンの面白批判エピソードがいっぱい載ってるかもしれませんね。ジンソンは結構ね、パワーワードいっぱい残してるんでそう、パワーワードいっぱい残してるんで、なかなか面白いですよ。それこそ吉久と吉政が取り合った女の人に関してもジンソンは悪女って書いてますから本当になんか面白いなと思いますね。はい、さあ時刻は11時28分3時間で終わるんですかねこれ2時間か、今、え、今に2時間半終わるのかな。摂関家なら品がいいだろうという先入観が間違ってますね。あと何人、吉種、吉住、吉綱、誰だ、吉春、吉輝、吉明、あと6人。一旦休憩しましょうかちょっと僕ね、あれなんですよ、お茶を持ってきてなくて、ちょっと一旦飲み物を取ってきていいですかちょっと休憩しましょう一回。はい、ちょっとまだまだ濃い連中ばっかりなんでね、これからしかもちょっと解説の紙を用意してない人に入っていくんで、ちょっとコメントを見ながらやっていこうと思います。ちょっとまあ 3,4 分ぐらい休憩して次の将軍に行きたいと思います。疲れたわあー、本当疲れたな。まだまだやりますよってなところで、一旦 3,4 分ほど休憩したいと思いますので、曲流してもな、曲が短いからな曲が短いからな。まあ、ちょいと休憩です。また流れてゆく、oh, oh, oh.
柴木田細川今川石橋山田人気石田を見て外の上の一緒に渋川桃のいい吉見岩松戸ヶ崎田中板中は大浦瀬野田西田は鳥山堀口加子足利初代将軍足利尊氏、二代目将軍足利義昭、三代目将軍足利義満、四代目将軍足利義持、五代目足利義和、六代目足利義教、七代目足利義勝、八代目足利義政、九代目足利義久、十代目足利義実、十一代目足利義澄、十二代目足利義晴、十三代目足利義輝、十四代目足利義秀、十五代目足利義昭。ナイトバック。さあ、生放送でお届けしている足利将軍総選挙選挙特番、足利将軍全員解説スペシャルでございます。引き続き私右京の大馬さまとの付き合いのほどよろしくお願いいたします。頑張ります。なんか知識で踊らせてっていう言ってる人がいる作りますかそういう曲を。解
替え歌の替え歌になっちゃうな。さあここからは皆さん大好きな足利義実のご紹介でございます。この界隈で知らない人はいないんじゃないかと思いますが、まあ、改めて解説をしていきますと、足利義実は応仁の乱で、それこそもともと東軍だったのを出奔して西軍に行っちゃったというあの足利義実の息子でございます。で、あの足利義実の息子、もともとは将軍につけるはずはなかったんですが、美濃で潜伏していた頃、先ほど言いました9代将軍の足利義久が近江出兵の最中に突如亡くなってしまいます。で、義久は実子を残していなかったので、にわかに後継者問題が、起きます。なので、義実の子供である義実がその将軍候補として京都に戻ってきて、義久の後継者として将軍職に就くことになります。ところが、この義実はですね、やはり京都に政治基盤を持っていないので、お父さんの義実時代から仕えている公家とか側近たちに頼ってしまう。まあ、それがきっかけで、当時の大名たち、例えば細川政元だとか、まあね、他にもいろいろいますが、まあ、そういった大名たちと対立を繰り返してしまう。で、それを見かねた幕府内の人たちからも総スカンを食らってしまう。で、最終的には細川政元、伊勢定宗、日野富子、まあ、こういった人物が協力をして、クーデターを起こす。それが明王の政変でございますね。で、明王の政変が起きてしまい、義実は将軍職から追放されて、新将軍として11代将軍の足利義澄が迎えられました。まあ、普通だったらここで終わるんですが、この義実はこの後も将軍職に対して固執します。諦めませんでした。義実は幽閉先から脱出して、将軍復帰を狙って協力してくれる将軍を、見つけるべく各地放浪します。で、最初はまあ越前とか、または越中だとか、まあ、そういった北陸地方を、拠点にして活動しますが、まあ、最終的には朝倉氏の援軍をもらうことができず、上洛に失敗して、でその後周防長門、まあ、この辺りを抑えていた大内義興、西国の大内氏を頼って上洛を狙うことになる。でちょうどその頃中央政権では、まあ、畿内で勢力を誇った細川政元が栄翔の錯乱で亡くなってしまって、ちょうど、幕府が揺らいでいた時期だったと。でこれに合わせて義実は大内義興の軍勢とともに上洛をしてきて、なんと2回目の将軍職に就くと。鎌倉室町江戸と日本には3つの幕府の政権があって、で将軍は30人以上いますが、この30人以上いる将軍の中で将軍職に2度ついたのはこの義実だけだと、いうことで、まあ、室町時代の中でもかなり特殊な将軍の一人に数えられますね。まあ、それがこの足利義実です。ループにしてなかったからエンディングの音楽になっちゃったよまあそんな感じですね。そう、流れ久保、まあ、いろんなところを流浪したので流れ久保と呼ばれます。おそらく将軍の中で足利尊氏に移動距離で勝負を挑める人物は義実ぐらいかなと思いますけれども、まあね、尊氏はね、全国ね、まあ、東国から西国まで股にかけて戦してましたから当然なんですけど、この時期の将軍でここまで移動してるのは義実ぐらいかなと思いますね。ちなみにね、そこのしぶとさがねすごいですよね。義実が界隈の常識って本当すごいですよね。よくここまでなんか広まったなと思いますけど2020年から2021年一番見て足利将軍画像ってめちゃくちゃですけれども、そうなんですよね。結局のところ後半の将軍が政治基盤を持ってないのはお父さんからの権力を引き継げないからなんですよね。だから父親の代からの側近とかその宿老っていうのがいない状態で、あの政治をやらなきゃいけないっていう状況が多いんですよね。で義政から義久に関して言えば、あそこもね宿老は引き継げ
引き継げたはずなんですけど、まあ、吉政が権力を離さなかったのでうまくいかなかった。で義実に関しても、お父さんはね西軍総大将でというかまあ隠居してたような状況ですから潜伏状態でしたからね、まあ、そんな状況からの将軍職ですから、まあ、後ろ盾がないというわけですよね。そうですね、改名も結構してます。まあ吉住と同じ回数なんですけどね。吉種は最初吉木と名乗り、その次に吉忠と名乗って、最後に吉種と名乗ります。まあこの後の11代将軍の吉住も最初吉藤と名乗って、その後吉高と名乗って、最後に吉住と名前を改めますね。そうですね、この不屈さ、この不滅の精神が堺公方に受け継がれるねんなという声もありますが、さあそんな義実、まあ彼を語る上で やっぱり外せないエピソードは2回も暗殺未遂に遭ってるという、まあこれも歴代将軍の中では、相当珍しいパターンではあるんですが、しかも彼は暗殺されかけて2回も生き延びてるというのがなかなか面白くって、で1回目は冥王の政変の後遊兵先で毒を盛られて、暗殺されかけると、まあ、これは、日野富子が毒を盛ったんじゃないかと言われています。で当時日野富子は義実ともすでに対立をしていて、別の将軍である足利義澄を擁立しておりましたので、まあ、日野富子がおそらくは義実に毒を盛ったんじゃないかというふうに言われてます。まあこれもねどこまで本当か分かりませんが、そして2度目の暗殺未遂は、2回目に将軍に就いた時で、この時が敵対する将軍である足利義澄が放った刺客によって、夜中に襲われるんですが、まあ、この時自分で追い払ってるとまあなんで側近が来てくれなかったかというと、自分の側近はその前日の酒宴で飲んだくれてしまって酔っ払って全く起きなかったと、まあ、そんな状況で義実は刺客に対して一人で立ち向かったというエピソードが公家の日記に残ってるという、まあ、これも非常に、面白いエピソードでありますね。はい、まあそんな暗殺未遂を2度も、受けておりながらなんとか生きながらえている、まあ、そういう意味で非常に、運は強い人物なのかなと思いますが、まあ、そんな義実、文化的な側面はあまり触れられることがありませんが、義実は実は笙という楽器を好みました。でもともとねこの笙という楽器、義満の解説のところでも言ったんですが、これね足利将軍家の、足利将軍家を表す、楽器とも言われていて、まあ、義満以降ですね結構歴代将軍はこの笙という楽器を非常に大事にしていて、もう笙始めと言ってね、まあ、笙の演奏を将軍自らがするというようなことを、まあ、儀式的にやっていたんですね。でただですね戦国時代になってくるとだんだんそういった慣習も薄れてきて、義澄以降の将軍で、実はこの笙を演奏したことがあるのは義実だけだと言われています。なので義澄とか義春とか、あと義輝、義秀、義明、まあ、こういった人物たちは笙始めやってないんですけれども、義実は実はこういった感じで笙を演奏しているそうです。で、将軍権威を表すものとしては恩こそでと呼ばれる、まあ、鎧ですね。この鎧も非常に有名ですが、この鎧と同じく将軍権威を表すものとしてこの笙という楽器が、割と大事にされていて、で義実も、実際この笙を非常に愛したと言われていますね。笙なのよとか親の前で読んでこいって感じのしょうもなさですが、ありがとうございます。実際パイプオルガンどうなんですかね。あれですよね、でもあの蚊に刺されあやこさんが吹いてるやつですよね。ちょっと分かる人がどんくらいいるか分かんないけどそう、あの芸人さんでね笙を吹いてる芸人さんがいるんですよ、まあ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 、なんと意味は なんと説明していいか分かりませんけど、そうあの細かすぎて伝わらないものまでとかによく出てる人ですね。はい、
YouTube で最近よく動画を上げてらっしゃる人ですね。そう、蚊に刺されあやこさんっていう方、あのそう、平安時代に幕があったらとか言って笙を使って演奏してる芸人さんがいらっしゃるんですよね。女性の方ですけど、そう、その方が笙を演奏されてます。あれが笙という楽器でね、ちょっとぜひ検索してみてください。笙の音色が簡単に聞けるんで。あ、そうそう、10秒後にみやびになるやつね。そう、みやびになるウルトラソウルとかね。そう、蚊に刺されあやこさん、カタカナですね。カタカナで蚊に刺されあやこっていう名前の人ですけどね。まあ、この人は雅楽のあれでやってますけれどもね。まあそんなところで、まあそんな楽器を好む一面も実はあったという、まあそんな吉田のようでございますよね。吉種はね、このエピソードが多すぎてちょっといろいろ語れることはあるけど、まあでも政治的なやっぱエピソードが多いかなっていうふうには思いますけどね。はい、まあでも吉種はね、やっぱ愛されてますよね。そう、吉種はなんかね、やっぱこの不屈の精神というのは前の生放送でも言いましたけど、本当になんでここまで執着できるんだっていうぐらい、やっぱり将軍職をずっと狙い続けて、終始戦い続けてますから、すごいなと思いますけれどもね。うん、まあ、それこそ第二次政権っていうのは、まあ15年以上続いてますし、まあ、戦国期の将軍の中では相当長く、安定した政権を築いた人物だと思いますね。吉種以降は多分10年以上京都で居座れた将軍というのはあんまりいないんじゃないかな。そう、吉種はそういう意味では2回目将軍職ついてからは基本的にずっと京都にいますんで、まあそういう意味では、うん、戦国期の中でも安定した政権を築いた将軍ではないかなと思ったりしますけれどもね。はい、あ、そうですね、あの山田康弘先生が書かれた足利義胤という本がありまして、まあ、足利義胤って調べて、本って調べて多分その本が絶対出てくると思うんですけど、恵比寿交渉さんのね、あの本が一番分かりやすいと思います。あれは本当に初心者にもおすすめですし、いやー義胤面白いなって思って、見た人が、まあ、なんていうか楽しめる本だと思いますね。はい、あと今谷明さんの中世奇人列伝っていう本があって、あの本にも義胤の事跡が書かれてましたね。なのでそちらはね、割といろんな人が書かれてます。他にも面白い中世の人のエピソードが書かれてますんで、まあそれが義胤の伝記本を見るか、まあ、どっちかですね。はい、さあ続いて、そんな義胤の影に隠れて、前回総選挙では同じ時期に将軍になっていながら義胤と大差をつけて負けてしまったのがこの足利義澄でございました。義澄は明王の政変で義胤に代わって将軍になった将軍でございます。まあ義胤から見るといとこにあたる人物で、明王の政変によってわずか14歳で将軍職に就きます。で、まあ義澄が政治をしていた頃というのは細川政元がやはり畿内で勢力を保っていました。で、この政元とね、何度も対立しながら政治をやっていくんですが、まあ、その中で義澄は例えば若狭武田氏を、昌万州に、参加させようとしたりとか、まあ、側近を徴用したりとかで、まあ、何度かこの政元に対抗しようと、頑張っておりました。しかしですね、この細川政元というのは対立しながらもやはり義澄を支えてくれる大名でもありました。ですからこの細川政元が、栄翔の錯乱で亡くなってしまったことをきっかけにですね、将軍権力が揺らいでしまうという状況に陥ります。
で足利義胤がその隙を狙って上洛してきたことにより、義澄は近江へと追いやられて、で、その後にわかに重病となって32歳の若さで亡くなってしまうわけですね。まあ、前回選挙では投票してくれた人が結構少なくって、あ、そうですね、コメントではありますけれども、そう、義胤が死ぬことを願った願文があるっていうね相手が死ぬことを願う願文、自分が勝つことを願うんじゃなくて相手が死んでくれることを願うっていうところが非常になんかいいですが、まあ、そんな感じのエピソードもあったりします。で、義澄の権力を考える上で非常に大事なエピソードとしては、彼が元服した時のエピソード、義澄が元服した時、当時慣例につくはずだった細川政元は、この義澄の、元服の儀式を延期させてしまいます。要するにドタキャンをしました。で、まあ、ドタキャンをして、まあ、そのドタキャンの理由が烏帽子を着るのが嫌だったからっていう理由だったので、まあ、なかなか非常に屈辱的な、ドタキャンのされ方をしてしまったんですね。まあ、この烏帽子を着るのが嫌だったからっていう言葉には、烏帽子着、つまりは義澄の烏帽子親になるのが嫌なんだっていう意見も入っていたでしょうし、将軍に対して俺がドタキャンすればお前は動けないんだということを示そうとしたんじゃないかという話もあります。まあ、このエピソードはいろんな捉え方ができます。なのでなかなか難しいですけれども、まあ、政元も政元で割とそのリアリストな部分がありますので、まあ、その片鱗がそこで出たのかなという気もしますけれどもね。はい。まあ、なんせこの義澄と政元の関係性というのは持ちつ持たれつでありながら常に対立しているという非常に不思議な関係性でありましたね。はい。さあ、そんな義澄のエピソード、まあ、こんなエピソードが残されてまして、相国寺六王院の住職と、義澄が対談した際、まあ、この時に、まあ、自分は若いから政務を伊勢貞宗に任せているという発言も同時にしておりまして、まあ、この発言は、当時の将軍が細川政元の傀儡ではなかったということを表すエピソードとしても有名なんですね。で、その、同じ話の中で義澄は当時足利尊氏の肖像画の前でひざまずいてこんなことを述べたと。で、義満百回忌というのが1507年に、訪れる。なのでこの百回忌までには四海太平を成し遂げたい、まあ、つまりは、この世を太平にしたいというふうな願いを、この時くしばしったと。まあ、残念ながらこの1507年というのは永承の錯乱が起きた年なんで、まあ、残念ながら義満百回忌に幕府を揺るがすような事件が起きてしまうんですが、まあ、義澄自身は、まあ、なんとかこの混乱の時代にありながらも、この世を大変できないかということを、まあ、やはり考えていたようですね。ですけれどもなかなかそれが将軍の力だけで叶えられるほど、もう世の中は足利将軍中心には出来上がっていなかったという状況なんですね。難しいところです。まあ、願ったところでそれを叶える力がないわけですから、なんとも悲しいなと思いますけれどもね。で、まあ、義澄と政元のエピソードは大体僕があの動画の中で語ってしまってはいるんですけど、まあ、さっき言った烏帽子親のエピソードもありますし、他にも、義政に対して義胤の弟を殺害しろというような命令を出したと。まあ、義澄はこの時期の将軍としては結構血の気が早いタイプの将軍だったのかなと思います。義輝とかも、まあ、もちろんね、若い頃は結構、喧嘩早い感じも出てますけれども、2回目に将軍に就いた時結構落ち着いてたりしました。で、義胤も義胤でどちらかというと我慢強いタイプで、義晴も義晴で、まあ、近江に逃げたりしながらも最後まで将軍職を諦めずに結構考えながら動いたりしてますから、まあどちらをとっても結構この時期の将軍というのは我慢強い将軍が多いんですけど、結構ね義澄は血の気が早いのかなというエピソードが何個かあって、でその一つに、あれですね、
吉胤が京都に攻めてきたっていう時があって、その時に、相国寺に対して鎧を貸せと、要するに自分が戦に出るから鎧を貸せと。ただ相国寺は貸し出す鎧がないというふうにこれを拒否すると、吉住はそれに対して、貸し出す鎧がないのなら寺を破却するというような暴言を吐いて伊勢忠宗から止められるというような話があったりだとか、まあ、さっき言ったように、まあ、弟吉谷の弟を殺害しろというエピソードがあったりだとか、で他にもいや何喋ろうとしたんだっけ今、なんかもう一個ぐらいあったんですけどね、忘れちったな今の一瞬でやっぱ書いてないと忘れるな。まあまあそんな感じで、結構吉住っていうのは意外と喧嘩っ早いエピソードがあるなという印象は僕はありますね。はい、まあ、それこそね、血の関門で相手のことを死ねと願うみたいなね、まあ、その辺も結構なかなかだなと思ったりしますが、まあ目立たないようで意外と結構なんていうのかな、血の気が早いタイプの将軍だったのかなっていう気が僕はしてますけれどもね。はい、まあ、それこそ吉住が政元とたびたび対立してるのも、まあ、細川政元も結構その手段を選ばないみたいなところがあるんで、まあ、それも原因してるんでしょうけど、吉住の側から結構意見をその投げかけたりとか出奔したりっていうこともあるので、まあ多分ね、みんな地味な印象、あんまり何ていうのかな、強くない印象を抱いてると思うんですけど、結構吉住はね過激な部分があったんじゃないかなって思ってます。ただ吉住の評伝が今のところあんまりないんでそうだから本当に最近出たこの室町幕府、まあ、これ真相版ですけど将軍列伝の中で語られてることとか、列伝の中で語られてることぐらいしかないから、多分吉住のエピソードってもうちょっとあるんじゃないかなと思うんだけど、あんまりやっぱ世間に知られてないんですよね。だからもうちょっとこう解明されてくればいろいろ見えてくるのかなと思いますけどね。まあそんなところで、まあこれからもう少しこの時代の本が出てくれば、ていうか細川政元の評伝すら出てないからね、それがやっぱり政元と一緒に吉住の評伝も出してくれればいいんだけどねって思いながら次の将軍に参ります。血の気は多い、まあ実際血の願文書いてるくらいですけど、熱血系のイメージは僕は、まあ、熱血系というかね、結構そういう激しい気象のイメージがちょっとありますね。そうですよね、やっぱお父さんも死んで、本当ですよね、兄弟、親兄弟殺されてんのマジでしんどいと思いますね。吉胤ですら将軍についた頃お父さんとお母さんいましたからね、支えてくれましたけど、吉住は何の支えもない状態で急に京都に来てまあ急にではないけど、京都の僧侶から戻されてか、そう京都にはいたけど僧侶から急に戻されて将軍になってますから、まあそりゃきついかもね。さあそんな吉住の子として生まれた12代将軍足利義晴、前回13位、低いね。この足利義晴、これもね吉胤と並んで戦国時代の将軍としては割と、長期政権を保った将軍の一人であります。で、吉晴、まあ吉住の子供で、幼い頃は赤松氏に養育されました。でこの赤松氏の元でもですね、まあ、非常に彼は苦労してまして、赤松義村とその家臣の浦上、村宗の間で何回も闘争、戦争が行われていて、でその際にまあ神輿として担ぎ出されていたので、まあこの人も相当苦労した将軍であろうと思います。でまあ、そんな苦労してるさなか、足利義胤が、京都を出奔したことをきっかけに、この足利義晴は将軍の職として現れます。
で、当時細川家の当主は細川高国という人物でした。でこの吉原という名前自体もこの当時の細川家当主細川高国が選んでつけたと言われております。まあ、そんな高国に支えられて将軍職について、まあ、順調にこのまま政治を進めていくのかと思いきや、細川家の家督争いに巻き込まれます。まあ、高国は、敵対する細川住元ないしはその息子の 春元と、抗争を続けておりまして、その戦いがにわかに、高国不利になりまして、吉原は高国に支えてもらっていた立場で、吉原自身も高国を非常に頼りにしていたので、まあ、高国の敗戦に巻き込まれて、近江へと避難することになります。まあこれもね、将軍についてから数年ぐらいでこうなってますから、まあなかなか苦労したなという感じはします。さあそんな状況ではありましたが、吉原は何度も京都に戻るために交渉を続けています。で実際高国がこの後政治的な力をだんだん失っていく中で、吉原は春元との和睦とかも画策をしていて、どうすれば自分が京都に戻れるかということを割と最優先で考えて、で細川家の対立にも最初高国に肩入れをして大負けしたことから学んで、なるべく中立の立場を保つようになっていきます。でそんな最中で、細川春元の支援を受けてなんとかその後京都に戻ってきます。京都に戻ってきた、吉原は割と早いうちに自分の息子の義輝に将軍職を譲ったりしていますが、まあ、その過程の中で内断衆というのを成立させております。で内断衆というのは、まあ、吉原の側近たちで形成されたグループ でこの人たちは、まあ、主に幕府で扱う訴訟問題を、扱う人たちとして、グループが作られていました。で結構ねこの内断衆がやってたことっていうのは、それこそあの足利忠義がやってた政治みたいな感じで、毎月何日と何日と何日に会議を開いて、で急ぎの案件は吉原に奏上した上で、急いで解決しようとか割と合理的に回っていたみたいです。なんで吉原はこの時期の戦国時代の、幕府に至っても決して、将軍権力が全くなかったとか、幕府が全く動いてなかったわけではなく、ちゃんと訴訟問題を解決したり、諸大名との関係を取り持ったりとか、幕府がこの時代も動いていたということが分かるのはこの吉原の時代の記録がたくさん残っているからと言えますね。なのでまあ吉原のおかげで割とこの戦国時代の室町幕府の将軍の研究とか、幕府の研究が進んだんじゃないかなというところはありますね。はい。で、ちなみによく突っ込まれるこの肖像画、吉原の肖像画は吉原がもう病に伏せっていて、亡くなる本当に直前に、描かせたものだと言われています。まあなので、目がちょっとうつろでね、ちょっとあんまり生きてるような感じが感じられないのはもう死ぬ直前に描かせた絵だからだそうです。まあどうして死ぬ直前に自分の肖像画を描かせたかというところは、まあなかなか感慨深いという言い方おかしいな、なかなか考察のしがいがあるというかね、どういう思いで、その絵を描かせたのかっていうのは気になるところでありますが、まあ実際吉原はその死に至っても病で亡くなったのか自害で亡くなったのかっていう話があって、ひょっとしたら自分でその自害をしたんじゃないかっていう記録が、まあ、ちょろっとだけ残っていて、で、まあ、生地かそれも間違いじゃないんじゃないかみたいな評価もされているので、結構ね吉原は、いろいろエピソードが残されていて、この時代の将軍を考える上で当時の将軍がどんな思いで、政治をやってたのかとか、当時の将軍がどういう立場にあったのかっていうのが結構よくわかる将軍の一人だと思いますね。はい。そうなんですよね。でそれこそ足利義久の時代に仕えていた大立上皇、まあ、大立当時は久氏という名前でしたが、まあ、彼が吉原の政治を支えていて、この大立上皇が残してくれた記録のおかげでこの時代のことはよくわかりますね。
そうですね、内断衆の機能は割と忠義式の政治に似てる、意識してたのかどうか分かりませんけどね。死因は怪しいというよりかは病死なんですよ。病死なんですけど、ていうか病気にかかっていて、その病気が原因で死にかけていたことは確実なんですけど、そこから最終的に病で最後まで行って亡くなったのか、自害して亡くなった、まあ何ていうのかな、他の記録には基本的に病で亡くなったって書いてるけど、自害して亡くなったって書いてる記録があるんですよ。そう、まあだから分からないというよりかは、自害したという記録が残っている、他に残っているっていうだけですね。なんで諸説ありって感じですね。そう、まあその自害したって書かれている書状が結構その内容的には、まあ書状の写しが書かれた時期は結構後になってからだけれども、内容が非常に当時の内容と符合している、一致しているものが多くって、結構信憑性が高いんじゃないかって言われてる書状だから、結構扱いが複雑なんですよね。そう、書かれたのを写されたのは、書状の写しが書かれたのは後世だけれども、中身的には当時の、結構細かいことと符合するから、おおむね正しいんじゃないかって言われてるので、まあ、その書状の中で吉原が自害したって書かれてると。でわざわざその将軍をその自害したと書く必要性がね、別にないから、後から改ざんする必要性が別にないので、まあ本当にそうだったんじゃないのかなって言われてるだけの話なんで、まあどっちかっていうのはちょっと確定はしないんですけどね。はい、あ、そうですね、この吉原は春の字を各地の大名に、まあいろんな大名に与えたということはありますね。武田晴信もそうですし、伊達晴宗もそうですね。はい、そう、いろんな各地の武将に、将軍偏許を与えた、まあ、これがね、どういうふうに評価できるのかっていうのは難しいところで、将軍の権威を下げたとも言えるし維持したとも言えるから評価が難しいんですよね。その偏許を与えたってことが、その格下の武将にも将軍の偏許を与えるようになったっていう言い方をすれば、将軍権力は弱まったっていうことになるし、逆に遠方の大名にも将軍の力をまだ将軍の力がまだ、欲されていた、要求されていたっていう考え方をすれば、将軍権威はまだ保たれていたってことになるし、まあ、この辺はちょっと考え方の違いってとこですね。珍しく正確に難がない確かにあんま吉原で性格的な悪いエピソード聞かないな。あ、ソビエトさんありがとうございます。播磨国内よりということでありがとうございます。お茶をいただきました。さあ、そんなところで続いて、あ、なんか変なのが残ってた。今回初参戦の最後、足利義綱でございます。まあ、この人もなかなか悲劇な将軍の一人ではありますが、堺久保でございます。足利義綱は足利義澄の子と言われていますが、まあその出自もあまり定かではないです。で、一応阿波で養育されておりまして、さっき言ったように当時細川家は二分割されていました。で、足利家もその細川家の争いに巻き込まれておりました。で、当時都にいたのが細川高国で、阿波から上洛を狙っていたのが細川晴元でした。まあ、そんな阿波から、上洛の機会を狙っていた晴元によって擁立されたのがこの
足利義綱でございますね。はい。で、まあ、義綱自身は、征夷大将軍にはなっていないんですけれども、事実上将軍として活動していました。上洛しないまま堺で、春元は政権を保ったので、これを堺公方とか堺大樹とか、まあ、堺公方府って呼んだりしますが、まあ、堺で義綱は文書を発給したり活動をしていたために、まあ、当時周りの勢力からも、一応公方として呼ばれていて、まあ、将軍扱いを受けているんですね。まあ、当時はもう、まあ、前にも何回か解説しましたけれども、室町殿、まあ、つまりは足利将軍家が、将軍を世襲するのが当たり前になっていたので、まあ、別に征夷大将軍にならなくてもその足利家の、後継者というか当主であれば将軍であるみたいな認識があったので、まあ、義綱もほぼほぼ将軍みたいな扱いを受けていたわけなんですね。さあ、ところが、まあ、足利義綱は、細川晴元に担ぎ上げられながらも、細川晴元はもう一人の、将軍であった義晴と和睦を狙っていたりとか、で三好元長はこの義綱を将軍にする気満々だったんですが、元長も元長でこの晴元配下の武将たちといざこざを起こしたりとか、まあ、晴元自身から、まあ、感動を受けたりとかしていて、まあ、なかなか政治的に不安定な状況だったので、まあ、義綱も自分の権力を保つことが非常に難しかったんですね。でそんな最中、自分の一番の後援者である、三好元長が、晴元の派遣した、一向宗の勢力によって、亡くなってしまう、死去してしまう、まあ、これをきっかけに、足利義綱は後ろ盾を失ってしまって、最終的には阿波へ逃れることになってしまいます。まあ、阿波へ逃れた後もこの足利義綱はなんとか、京都に復帰できないかというふうに何度も、頑張っておりましたけれども、まあ、最終的には自分の息子がその自分の果たせなかった願いをちょっとだけ果たしてくれるという展開ですね。はい。さあそんなところですが、そうですね、義秀というよりかはよっぽどちゃんと長いこと将軍やってるんですけれども、まあ、残念ながらね、あんまりその素性はよくわからないという。まあ、平島久保家に至ったところまではもうちょっとよくわからないですけれども、まあ、この段階で義綱はまあ、京都の人たちにも出自がよくわからないっていう風な評価をされていて、でなおかつ、結局京都に入れてないんですよね。でこの段階で京都に入らず将軍職に任命されてる人物っていうのは一人もいないので、要するに先例的にも一回京都に登らないと将軍として認めてもらえないっていうところはあったんですよ。まあ、もちろん公方としての認識はみんなしてるんだけれども、でも要するにその理論が通るんだったら近江へ逃げた義晴だってもともと将軍職をやってたし、で何だったら義晴はついこの間までちゃんと京都にいて将軍だったんだから義晴の方が正当でしょって、まあ、京都の人とか、まあ、周りの大名たちはそう考えていたんですね。なんで急にあの阿波から突然やってきて、で今の将軍の弟だとか兄だとか言うけれども結局素性はよくわからない、まあ、そんな状況なので、まあ、義綱の近くにいる人とか義晴側に持っていきづらい訴訟とかはおそらく義綱を頼っていたんでしょうが、その他のことに関しては基本的に義晴の方が正当だと見られていたんじゃないかなと思いますね。はい。そう、結構ね、義綱って長生きなんですよ。天正年間まで生きてるんですよね。生きてたことが分かるのがすごいですけど、ああそうですね、義綱は三好元長と一緒に心中しようとしてますからね、最後三好元長が一向一揆に攻められて亡くなる時に自分も一緒に自害すると言って憲法寺へやってきたというエピソードがありますけどね。まあ、前にも誰かが言ってましたけど、
まあ京都の人たちは義経の素性を疑っていたんですけど、ただまあ当時の状況から考えて、まだ足利将軍家が現役でバリバリやってる時代に素性のわからない足利氏が急に出てくるっていうのも、まあなかなか考えづらい話で、まあそれこそね、あの足利義高みたいな、あんなね残党勢力は置いといて、義経に関しては今の将軍の弟とか兄とか言われてるわけですから、まあそれを嘘つくっていうのはなかなか難しいと思うので、まあ親戚筋では多分あったんだろうと思いますし、可能性としては兄弟の可能性は高いだろうなとは思いますけどね。はい、さあそんな義経、投票するとしたら何部門に入れるんでしょうかね。やっぱ悲劇なのかな、悲運部門なのかな。さあ続いて、この人も悲劇的な最後を、辿った人ですね。13代将軍足利義輝でございます。義輝は前回2位なんですけれども、義輝は義春の息子です。12代将軍足利義春の息子でございます。ですが、まあ彼自身は青春時代、非常に鬱屈した青春時代を過ごしております。まあ足利将軍家の中では相当、珍しいパターンをいろいろ踏んでる人で、まあ一つ目が、将軍宣言を近江で受けたっていう人ですね。まあ将軍宣言は基本的に京都で大体の人が受けてるんですけれども、まあ義輝は、京都に当時いられないという政治状況で、将軍宣言を受けたのは近江で、しかも自分の烏帽子を務めたのが慣例でもない六角貞頼だったと。まあ、六角氏以外に当時、該当する人物がいなかったんですね。当時慣例閣にいたのは細川晴元でしたけれども、細川晴元は当時義春とか義輝と、対立していた立場にあったので、まあ、これを頼ることができなかったと、まあ、いうので、まあ、そういった状況でした。で、まあ義輝は幼い頃というか、まあ青春時代ぐらいから結構戦なんかにも出たりして、で手痛い負けを食らってたりします。でその敵対相手ほとんどが三好長慶でした。でこの三好長慶が当時どんどん力を持っていく中で、義輝はこの三好長慶となかなか仲良くできないという状況が最初は続いていました。ですが、義輝は途中から方針転換をガラッと変えます。方針を転換します。で三好長慶と和睦をするんですね。でこれ以降の義輝というのは基本的に三好長慶と手を取り合って協調しつつ政治を行うことになります。でやはりですね、義輝が一つ恵まれていたところがあったとすれば、お父さんの義春時代からの、重臣を引き継げたということなんですね。さっき言ったように義澄とか義種っていうのはお父さんから政権を引き継いでないので、まあ頼れる近親みたいなのが少ないんですよね。だから結局、限られた人しか頼ることができなくって、義澄であれば政元を頼るしかない、で義種であれば、義見時代から仕えてくれている側近を頼るしかない、もしくはお父さんを頼るしかない、まあ、そういった状況で、まあ政治状況がそのせいで不安定になっていたんですね。ですけども、義輝はお父さんの義春から政権以上を、がっつり受けてるので、まあ義春に仕えていた、それこそ大立上皇の息子さん、大立春光とかね、まあこういった人たちが義輝をサポートしてくれた面があったので、まあ三好長慶と和睦した後の政治っていうのは、まあ比較的うまく進んではいました。ただ三好長慶サイドも、特に松永久秀なんかは結構義輝に対して厳しい要求をふっかけていたりして、義輝も、まあ、三好とは仲良くしてるんですが、松永久秀と対立することが結構あって、それこそ、義輝が真所の沙汰に対して口入れをしたのに対して松永久秀がブチギレて、でそれに対して義輝もブチギレてみたいな状況があったりして、この話も真所の沙汰っていうのはもともと将軍権力が及ばないものでした。将軍が口出しとかしないんですね。なので松永久秀からすれば、将軍が真所の沙汰に手を出しちゃダメだろうというふうな言い分で、義輝に対して文句を言った。ところが義輝はなんで口入れをしたかというと、手出しをしたかというと、
マンドコロの定に問題があったから、まあ、つまりは、当時のマンドコロ執事だった伊勢貞孝が、あんまり公正な判断をしてない、ちゃんとした判断を下さずに、訴訟をやっていたからちょっとそれはまずいだろうということで、義輝が言ったら風紀の乱れを正すために、口入れを俺はしたんだと、手を出したんだっていう言い分なんですね。まあ、この2つの言い分が真っ向からぶつかってしまって、義輝と松永久秀の関係は一時、ちょっと悪いものになってしまうというわけなんですね。まあこういった状況もあったので、まあ、三好とは一応強調しつつも、まあ、対立してた部分もあると、まあ、ある種正しい姿かもしれません。常にその将軍に対して大名が従ってる状況っていうのもなかなかこの時代では難しいので、まあ、対立しながらも政治的なパートナーではあるっていうのが、まあ、この時代のベストな形なのかもしれませんけれどもね。ただ、この状況がガラッと変わるのが義輝の側近たち、まあ、つまりはお父さんの義晴から引き継いだ側近が相次いで亡くなる。でそれに加えて三好長慶も亡くなって、両者ともに世代交代が起こる。まあ、この辺りから、雲行きがだんだん怪しくなってくるんですね。義輝を支えていたお父さん時代からの側近が亡くなって、側近が新しい人たちに変わっていく。で三好側も三好側で、当主の長慶が亡くなった後義継が後を継いで、で松永久秀の後を久通が継いで、両者が世代交代を重ねていく中で、幕府と三好氏との関係性がだん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 こじれてきて薄れてきて、でその最中に永禄の変が起きました。いまだに、変の原因は諸説あります、よくわかりません。ただ最近木下先生が出された本ではその世代交代がきっかけの一つになったんじゃないか、三好氏と義輝をつないでくれるはずの側近がうまく機能しなくなっちゃったから永禄の変が起きたんじゃないかというふうな考察をされていますってなところですかね。はい、そうですね、前回2位は向井理さんがねあまりにかっこよすぎたからね。まあ、最近の本でボロクソ言われてるというよりかは主に天野先生の本でボロクソ言われてるだけですね。そう、天野先生は三好氏を研究されてる方なんで、まあ、三好氏サイドから見ると結構義輝の行動っていうのは、まあ、問題行動に移る場面が多いんですよね。そうですね、三好長慶がね強すぎ問題はありますね。まあ、それこそ最近は天野先生の本でだいぶその義輝が下げられてしまったので、まあ、木下先生の本で、まあ、ちょっとその評価が、まあ、中間ぐらいに戻ってきたかなっていう印象ではありますね。吉政以来久々に京都で亡くなった将軍ただし討ち死にっていうね。大立春光はね、そう逸材だったんですが、そう上野信孝とかまだ若いんですよね。そうそうそう、だから引き継ぎはしてるんだけれども政治経験がね、もう大立春光はこの頃にはもう相当な年齢いってましたから60、70ぐらいだったはず。そう伊勢貞孝もね、そう伊勢貞孝もなかなか擁護できないぐらい義輝を普通に裏切ってたりするんで、まあちょっとね疎まれても仕方ないよなっていう感じはありますね。ああ本能寺並みの大事件なのに全然知名度なくて悲しい。確かに将軍が殺される事件が2回も起こってるのにその両方ともが世間に知られてないってまあまあやばいですよね。
まあそれ鎌倉時代にも言えますけども、ああそうですね、家と職が一体化している時代だと世代交代難しい問題。そうですね、まあ、それこそ当時の政治状況からすると政治経験があればあるほど、有利な状況だったでしょうから、まあ、そう考えると難しかったかもしれませんね。さあそんな吉輝さんが最新の研究を反映させた上でどういう順位になるのか、まあ未だに人気はあるのんじゃないかなと僕は思いますけれどもね、うん、まあどうなるか分かりませんが、さあ佳境です。続いて第14代将軍足利義秀でございます。在任はたった半年ぐらいですが、半年ちょいぐらいですが、足利義秀、これは実は先ほど紹介した堺公方の足利義綱の子供でございます。で、永禄の変後に三好三人衆によって擁立されました。まあ義輝が亡くなった後、将軍の後継者というのは誰になるのかというところで、義輝の弟である足利義昭と、そしてこの足利義秀、この2人が、まあ、候補として挙げられます。で、まあ、最終的にこの足利義昭に先んじて摂津の富田で将軍宣言を受けます。で、まあ、義輝に引き続いて京都以外の場所で将軍宣言を受けた将軍であります。まあ、ただ義輝と違ったのは、残念ながら京都には一度も入れなかったという事実ですね。将軍就任からわずか8ヶ月で病死をしてしまって、これ兄弟と間違えてますが、弟の足利義介の家系はその後平島公方として一応江戸期まで存続したことにはなりました、することにはなりました。まあ、ただこの義秀自身は、まあ、ほとんど活躍することができずに、将軍にまあなって終わってしまったという感じの人物ではありますね。はい。まあ、なんで実際東寺院の、木造、歴代将軍がある歴代将軍の木造がバーと並んでいる中でも、前半戦で紹介した足利義和とこの足利義秀だけが、木造がない状態でございますね。そう、これはね、阿波の記念館にある確か肖像というか像ですね。まあ義秀はそういう図像とか肖像が残ってないのでね。そう、大河でねめちゃくちゃかっこよかったですよね。大河ですごいイケメンの俳優さんに演じやられてましたよね。そう、その印象は結構ありますね。あー、なんで義経が担がれなかったのか。義経はもう大御所としてやるつもりだったのかな。息子がいるから大御所として振る舞うつもりだったのかもしれませんね。多分当時年齢から考えても義経は50代ぐらいなんで、多分年齢的に義秀が選ばれたんじゃないかなっていう感じですね。
あ、ヨシスケ弟ですよ。ちょっと書き間違えてるんですよ、これ。訂正するの結局忘れてた。あ、そうそうそう。前の年のスーパー戦隊のレッドの人がやってたんですよね。あれすごいですよね。そうそう。すごいイケメンの人がやってるなと思いますけど。そう、平島久保家もね、まあ、最終的にちょっとね、終わり方がなかなか悲しい。そう、ハチス影に、なんかお笑い箱にされちゃった感がね、あれも悲しいですけれどもね。そう、ヨシヒデもね、ヨシヒデね、なかなかこう、エピソードがね、難しいところで、まあ義経時代からの、側近を引き継いでるっていうところもあるんですよ。で、一つ言えるのが、義経時代に黙阿弥っていう側近がいて、その側近が畠山姓をもらったんですね。で、畠山信光と名乗ったんですが、おそらくはその後継者というか、末裔であろう畠山主公というのが、義経に仕えていて、まあ義経系統なんですよね、結局この義経とか義経っていうのは。で、なんで、まあ義経時代の、もちろんね、義経時代にいた家臣、将軍側近の中でも、義治陣営とかに鞍替えしてる人もいるんですけど、このね、畠山信光の家系はおそらくこの義秀にずっと仕えてたんじゃないかなという感じがありますね。ああ、義秀の後なんで義助が義明の対立将軍として擁立されなかったのかはよくわからない。何なんでしょうね、なんで独立した人みたいな感じで泡で生き残ったんでしょうね。結局でも、そう、信長包囲網が出来上がってる段階で篠原長房がまだ生きてるんで、義秀を擁立しよう、まあ、義秀の弟をね、義助を擁立しようと思えば擁立できたとは思うんですけどね、確かに。そう、篠原長房自身は多分信長包囲網とかに加わって阿波三好氏として活動はしてるんですね、確かね。でもそこで義助の名前は出てこないのか、なんか不思議なところですね。中央には足利義明がいますからね、難しいところですね、それは確かにね。考えてみたら難しいですね。あ、そうですね、大和で百科してた人ですね。名前から将軍になれそう、なりそうになれって言われてるのかわいそうだな。さあ、最後でございます。もう12時半だよ。15代将軍足利義明、やっと最後まで駆け抜けましたが、結局今回は3時間半ルートか、長えな。終わらせましょう。さあ、義明はまあ有名な方だと思いますね。お兄ちゃんである義輝が亡くなったことによって将軍候補になりました。で、さっき解説をしていた義秀の対抗馬として、最初は松永久秀に囲まれていましたが、そこから、離脱して朝倉氏、ついで信長というふうに、担ぎ先を変えて、担がれ先というかね、を変えて、最終的には信長の援助で上洛をしたというところですね。で、まあ信長が出てくれば必ず義明も出てくるので、まあ、そういう意味では戦国時代で一番有名な将軍とも言えるんじゃないでしょうか。まあ、義輝も結構戦国時代の武将の中では名は知れてると思いますが、義明も、結構知れてる方かなと思いますね。で、最近の研究では、義明は信長と一緒に幕府の復興をやっていたと。
で信長が今まではこの義明を傀儡にして政権を操っていたんだという説が有力っていうか、まあ、ずっと語り継がれていましたし、ドラマなんかでもねそういった風に描かれていましたが、実は信長は義明と結構協力体制を敷いていて、幕府の復興を目指した、まあ、ところが最終的には、第二次信長包囲網の時に、武田信玄の上洛に際して、足利義明が信長を裏切って、まあ、残念ながら武田信玄が亡くなったことによって、運よく信長はなんとかその場を切り抜けたので、義明は、一転して信長から攻められる立場になったと。まあ、義明も義明でこの時かたくなに信長との和睦を受け入れなかったので、なんでそこは臨機応変に対応しないんだというところもありますが、まあ、なんとも言えない、信長側がねそれこそ義輝が殺害された永禄の変の時のように義明を殺害する可能性だってまあなくはない、まあ、信長がやらなくたって他の誰かが、まあ、やった可能性が、まあ、なくはない、まあ、なんとも言えないので、まあ、義明としては自分の危機管理というかね、そういう意味で信長とはもう一緒にいられないと思ったのかもしれませんが、まあ、そんな感じで最終的には信長との和睦を拒否して、友へと亡命します。まあ毛利氏の元に逃れるんですね。で毛利氏の中で、彼は活動を続けていて、各種の大名に書状を送ったりしていますが、まあその活動っていうのが結局最後には実を結ばなかった、まあ、つまりは二度と、幕府が復興することがなかったので事実上幕府は滅亡したと。でその滅亡したタイミングっていうのは義明が、京都から没落したタイミングじゃないかというところでございましたね。はい。確かに信長より長生きしてるっていうのがね。ああそうですね、足利義胤が周防の大内氏に頼ったのを先例にしてる感じはありますよね。そう、義明が結局毛利氏を頼ったのは、まあ、大内氏の後継者ともいえる毛利氏を頼ることによって、まあ、義胤時代の再来を考えようとしてたのかもしれませんね。ああ義明が包囲網の時に裏切れなかったらマジで幕府復興できてたかも、まあ、可能性はありますね。まあ何とも言えんですよね。あの状況で信長を裏切らないっていうのはどうなんでしょうね。足利将軍的にはあんまりしないムーブかなっていう感じではありますが、まあ、足利将軍家はもともと固有の軍事力を持たないので、特定の大名に何て言うかな、特定の大名の力を借りて戦国時代は生き延びていたというパターンがあったんですね。まあ、元々は複数の大名に抱えられて支えられていたので、どっかの大名が崩れても他の大名に頼ればいいという状況だったんですね。で、特に義満なんかはそのパワーバランスの取り方がめちゃくちゃうまかったんで、勢力を強めたら弱めて、で弱い勢力に肩入れをして、まあ、そういったことをやって、パワーバランスをうまいこと頼っていたんですが、まあこれは守護大名家が盤石であるっていうこと、要するに内部崩壊、完全に内部崩壊してしまわないことを前提としているので、まあ応仁の乱あたりをきっかけにして、まあ守護大名の家中の構造自体がもういろいろボロボロと崩れ始めると、足利将軍家の力も同時に崩れていってしまう、まあ、ただ守護と共倒れしてしまう状況になるんですよね。で、まあ、それ以降っていうのは足利将軍家は、結局守護大名が上洛してくれないので、限られた大名の力を借りて存続すると。でそうなると
義満の時代のように、どっかがダメになったら他のところに頼ればいいやっていうのができなくなってくるんですよね。一人の大名に頼っている状態だと、その大名が崩れてしまったらもう終わりなんですよね。なんで最終的には鞍替えをしなければいけないという状況になる。今頼っている大名が危なくなったら、違う大名にもう鞍替えをしてしまう、つまりは敵対勢力に鞍替えをしないといけないっていうような状況が、多々起きる。で、義治なんかはそれをなるべく中立的な立場から、でも、やっぱりね、決めるときは決めなきゃいけないので、義実とか義治とかもそうやって生き延びてきた、だから義明もそれに従ったんだろうというところですが、この足利将軍家の生き残り戦略っていうのがもうおそらく限界点に達していたんだろうというところもあります。義明のやり方によっては存続した方法もあったかもしれませんが、足利将軍家として残れた可能性は極めて低かったのかもしれませんね。もう幕府の潮時だったのかなという気もします。はい、友の浦だから高氏の洗礼も意識したでしょうね。確かにそうか、友そうだね、高氏ともゆえんがあるもんね。そうですね、幕臣の横領問題解決できないからいずれ破綻するかと、むずいとこですよね。信長はそういう問題が起きてるから幕臣たちを自分のその所領で養おうとしてたけれども、それをやっちゃうと信長の家臣みたいになっちゃうから、結局は中抜きされちゃうみたいな状況になってたのかもしれませんね。そう、義胤も結局結果論とはいえ乗り換えミスで、義胤はやっぱ相当強運でしたよね。いつ殺されててもおかしくなかったけど、本当にだからスタミナというかパワーだけで乗り切った感じがすごいあるんで、それこそ朝倉の援軍が見込めずに京都にほぼ単独みたいな状況で乗り込んだ時だって、あんなもんね、六角氏に負けを食らった後落ち武者狩りにでもあって死んでる可能性だって十分ありますから、義胤だって運よく生き残ったっていうだけの話でね。そうで、だから義胤が最後に負けたのも運が悪かったって言ったところでね、難しいところですよね。そう、あの状況ね、どう見ても信長はもう終わっただろうっていや僕もあの状況だったら信長もう終わりじゃんって思いますもん。そんな信玄が急に死なない限り終わらないよって思います。本当に死んじゃうんだからびっくりしますが、足利から豊臣への王権の移行がスムーズすぎて謎です。ちょっと僕は豊臣政権について全く知らないので何とも言えませんね。そう、僕豊臣政権全然勉強してないのでちょっと全くわからないんですが、そうですね、神輿の担ぎ手が無限に湧いてくるならともかく、そうなんですよ、有限ですからね。難しいですよね。室町幕府はそこまで考えて作られた政権ではないですから、中世的な政権としては当時としての完成形ではあったけれども、次の時代に行くにあたって滅びたんだろうなっていう感じはありますね。鞍替えは足利の原動芸というか、当時の武将は大体よく鞍替えをするんでね、別に足利家に限った話ではないんですけど、応仁の乱なんか見てたらね、東軍と西軍を行き来してる大名いっぱいいますから何とも言えないですが、伊勢氏の追放もね、僕もそれも決定だと思ってたんですけど、ただ伊勢定隆がそんなにその幕府にとって
そう、必要な人材だったかというとちょっと微妙なところが、最近その木下先生の著書とか読んでて思ったんで、まあそれもそれどうなのかなっていう気がしますね。あのまま伊勢定隆を放置しておいたところで良くもならなかったでしょうから。そうですね、やっぱ織田信長があそこまでうまくことを運んでしまったっていうのは一つ大きかったでしょうね。まあもちろん義昭がいたからこそあそこまで登れたっていうのもあるでしょうけど、まあその後の、政権をやっぱり信長は新しい政権をやっぱ作ったところが、転換点、時代の転換点だったんだろうなと。まあそれまで現れてきた、細川氏、三好氏の次に、まあ、信長がやってきて、今までちょっとずつ変わってきたその畿内の状況というのが信長の時代に至って、そのなんていうかね、コップの水が満杯になったのかなっていう感じはありますよね、うん、もちろん信長がおそらく全部貯めたわけではなくって、コップの水をだんだん、このそれこそもう細川政元ぐらいの時代からゆっくりゆっくり水を貯めていって、最終的に義昭信長の時代にその水が満タンになってこぼれたんだろうなというような感じが僕はなんとなくのイメージとしてありますね。ありましたね、秀吉が将軍になるために義昭の養子になろうとして拒否されたって話ありましたねありましたね。なんかあの義昭の研究で非常に有名な方が、もうずいぶん前の著書ですけど、40年50年ぐらい前の著書で足利義昭の評伝を書かれていて、でその中でその本能寺の後の話、まあ、それこそ秀吉が将軍になるために義昭の養子になろうとしたって話のところで、信長が、まあ、結果的に、殺害されたので、まあ、その後の義昭の動きがどうのこうのっていうところの書いてるところで、その著者の方が、あの信長が殺されて括弧義昭が殺したのではないって書いてたのがめちゃくちゃ面白くてなんでわざわざその一言付け足したんだろうって、未だに僕すっごいその一節だけめっちゃ覚えてますけど信長が殺害されて括弧義昭が殺したのではないって、みんな知ってるでしょうとなんでそこわざわざ書いたのみたいな全然どうでもいい話でしたけど、そう、なんとも不思議な幕府だなって、僕もそういう、いまだこれだけやっぱ思ってても見てても思いますね。不思議な政権だなって思いますね。黒幕説を意識したのかな。黒幕でないにしても黒幕に出ないにしてもうちょっと書き方あるでしょって俺ね、なんかその書き方だと義昭が直接殺したわけじゃないよっていう書き方に見えちゃうから、そのいやそんなのみんな分かってますけどみたいにもうちょっと書き方ないのかなと思いますけどね。さあ、まあそんなしょうもない話で最後終わってしまいましたが、結局4時間かかるな、やっぱな、結果4時間かかるわ。足利将軍全員解説でしたエンディングです。長くかかっちゃうんだよな、どうしてもな。今夜も山城が室町通り旧花の御所よりやってる気持ちで生放送。チャンネル登録者4000人を超えてもやることは何も変わりません。普段は絶対できないっていうか、そもそも知ってる人がいない、そんな歴史の話をたくさんしていきましょう。歴オタのたまり場をどうぞこれからもごひいきに。オールナイト幕府
久々にちょっと由々しきの BGM ですけれども、第2回足利将軍総選挙選挙特番お聞きいただきましてありがとうございました。前将軍解説いかがだったでしょうか。15人プラス3人、長かったね。もう高氏忠義とかあの辺がもう長くて長くて、そこからもう短くしようがなかったね。結果長くなってしまいましたね。こんな長い時間まで200人もお付き合いいただいてありがとうございます。同節240人ってことずっとキープしてすごいなと思って、本当にありがとうございます皆さん。やっぱ皆さん足利将軍知りたいんですね。本当に。この放送している間に7票増えました。277票でございます。現在7票じゃないか、4票ぐらいか。さあ今日の放送で皆さん投票したい将軍は決まりましたでしょうか。いかがでしょうか。いやーどうなんでしょうね、こっから順位動くのかな。こっから順位ガラッと動いたら面白いですけど、ああそうですね、義明の息子の義人の生涯も何気に切ないということで、まあ、あまりその後の足利氏って知られてないんでね。そう、僕もあのいつか動画化するってずっと言ってましたけど、ずっと言ってますけどね、未だにね。やはり万人恐怖だよな。吉住が意外と押せるっていうことが分かったのか、まあ、新たな発見があったかなと思いますが、まあ、今日のこの反応を見て皆さん決めてもらいましょう。もちろん投票もしていただきたいんですが、同時に予想ダービーも受け付けております。Gmail meio1493 meioU1493 @gmail.com まで、総合順位の1位2位3位の順位を書いて、そしてその理由をどうしてこの人にしたかというのをお書きになった上で応募していただきたいと思います。今日の放送見てた感じだと僕は確かになと思いました。そりゃこの順位になるわって思いました、やっぱり。うん、まあなんで皆さんも頑張って予想してみてください。まあ最初に言ったように、先週話したよう通りの順位にはおそらくならないと思います今の段階では。まあ集計したらまた数字変わってくるかなとは思うんですが、いやでもすごいよなこれ。ちなみにこの放送中にいただいた票で18分割ピザはちょっとちょっとバランスが崩れつつありますね今。まあ、18分割ピザ、まあまあ今でもまあだいぶ分割されてるピザな感じですけれども、最初よりかはちょっとズレが生じてきてますね。ここで解説したことが影響しているのかどうかちょっと定かではありませんが、まあそんなところもちょっと加味しつつ、来週1週間まだ投票期間ありますので、まあ、なんかねちょっとツイッターでもいろいろちょっと上げたいなと思うんですよ。解説はもうやったので、なんかエピソード、まあ、投票をいっぱいしてほしいのでね、なんかツイートはしようと思いますが、まだちょっと決めれてないのでね、ちょっとお楽しみいただけたらなと思っております。やっぱ吉原とかね、本能寺に乗り込んでないですけどね、吉明はね。あ、音声1分ぐらいですが、そうですね、1分ぐらいでお願いします。まあ、あんま長いとね、いっぱい紹介できないので、まあ、いっぱい来るか分かんないですけど。まあまあまあ、あんま長いとね、ちょっと紹介する時間でいっぱいいっぱいになっちゃうんでね。
そう、結果発表配信をいつやるかっていうのがちょっとまだ決めてなくて、ひょっとしたら正月になるかも。1月2日か、まあ、1日の夜とかに生放送をして発表しようかなと思ってるんですよ。で、年末、まあ、正式に告知はツイッターの方でしますけれども、今のところ、29日、30日に生放送をやる予定でございまして、まあ、そこで、毎年恒例になりつつありますが、小鹿神さんと太田慎一さんをお招きして生放送をやる予定でございますんで、まあ、そのね、生放送が年末にあるから、ひょっとしたらちょっと結果発表は年始になるかもしれません。はい、ちょっと集計も結構大変なんで、Excel でまとめてコメントを拾ってスライドを作ってでしないとダメなんで、ひょっとしたら正月配信になる可能性があります。はい、まあそんな感じでちょっと思っててください。年末、牛さんと藤川さんの生放送あって、で正月に結果発表みたいな感じでね、結果発表ってやる本当に格付けチェックみたいになりますけど、足利将軍家格付けチェックをちょっとやるかもしれません。はい、あ、もうこちらこそよろしくお願いします。もう牛さんありがとうございます。多分作業しながら聞いてくださったのかなと思いますけど、ありがとうございます。いや、まあ、Google で集計できますけどね。まあ、集計だけだったら、もう 2時間ぐらいあれば終わるんですけど、スライド作ったりするのがね、ちょっと余裕見とかないと怖いんで、まあ、年末年始で頑張ります。高氏がガクトポジになるのが確かにね。そういうこと。高氏が確かにガクトのポジションになるかもしれないね。まあ、そんなところで。今日は本当に長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。結局4時間生放送になってしまいました。申し訳ございません。そうですよね、そう、石井さん絶対作業しながら聞いて、まあ僕もよく石井さんの生放送を作業しながら時々コメントして聞いてるんで、わかります、わかります。省電する価値なし厳しいね、それ。そんな感じで年末年始進めさせていただきたいと思いますので、またよろしくお願いします。将軍総選挙はまだ今週末、12月25日まで続きますんで、またね、なんかツイートしたらリツイートとかいいねとかいろいろしてくれたらありがたいかなと思います。投票数なるべく増やして面白い、投票企画にしたいと思っておりますんで、ご協力のほどよろしくお願いします。あとは、予想ダービーね、受け付けておりますのでよろしくお願いします。というところで今夜はこの辺でお開きにしたいと思います。本当に長い時間お付き合いいただきありがとうございました。お相手私、右京のダイブ正本でございました。また年末年始の生放送でお会いしましょう。ではお疲れ様でございました。